地頭が悪いんですが改善方法はありますか？地頭って言葉を使うと頭が悪く見えるので使わない方がいいと思います。地頭って概念はあんまり確立されたものじゃないので、知識一辺倒の対義語として使われるんですけど、その地頭の良し悪しを測るなんか方法尺度自体が結局決まってるので、それも結局知識と一緒なのであんまり気にしなくていいと思います。それはひらめきとかも一緒で、最初から解き方方法が決まってるひらめきなんて、ひらめきでも何でもないので、それはただ今までやってきたことの慣れとかでしかないので、あんまり地頭ってことは使わない方がいいですよ。大学生です。どうしたら精神的に親離れできますか？精神的に親離れしたいなら物理的に親離れした方がいいと思うので、一人暮らしするのがいいんじゃないですか。はい、精神は、物理的な距離を超えてこないので一人暮らししちゃうのが楽だと思いますね。電車で通学しているものです。電車の中で一番効率的に勉強できるのって何の教科だと思いますか？いや、どの教科でも変わんないと思いますね。同じ時間の過ごし方なんで、どれでもいいと思います。でも電車の中って他にもその雑音とかマイナス、家に比べるとマイナスの要素は大きいと思うので、一番好きな教科がいいと思います。一番不得意教科をここで潰すのは難しいし、意外と点伸びなかったりして結局より嫌いになっちゃうんで、なら一番好きなことをやった方がいいと思います。せっかく通学時間とかってやっぱつまんないんで、つまんないことを面白くするには一番好きなことやった方がいいと思います。純粋にお友達になりたいです。いや、こんなところでこんなことしか接点がない人と友達にはなれないです。すいません。目標がたくさんあるのですが、結局何からしたらいいのか分からなくて何もできません。しかも大体の目標が長期間にわたって頑張らないと達成できなそうな目標ばかりです。きっと他人より優れた能力を欲してるんだと思います。目標がありすぎることはやはり悪いことなのでしょうか？また対処法などはありますか？目標がありすぎることは全然悪くないと思います。問題なのは何も行動していないっていうことですね。とりあえず今、思いつくのを20個くらい書き出してください。で、それをあいうえ順に並べて一番最初に来たやつを達成できるまで、ここには書き込まないでください。報われない努力はないってよく言いますが、言いません？私は現在あることに十分努力したけど結果は出なかった状態です。これは努力が足りなかったということなんでしょうか？いやいや、違います。そうですね、それとも上記の言葉に語弊があるということなんでしょうか？はい、報われない努力はないって言ってるやつは、まあ、めんどくさいやつなんで、そんなやつを付き合わない方がいいですよ。大抵報われないです。だ、努力したことに価値を置きたがる人はいるんですけど、努力は努力であって過程と結果は別に関係ないので、努力の代償は別に関係ないです。何も努力せずに成功する人もいるんですよ。努力したから結果が出るって教えは人をダメにするんでやめた方がいいと思いますね。自己肯定感が強い方が苦手です。スルーの上手なやり方を知りたいです。自己肯定感ってマジ最強なんですよね、持ってる人って。どうなろうがもう OK だから、だから身につけちゃった方がいいと思いますよ。まあ、自己肯定感持ってる人大概成長しないんで、まあ、周りにはね応援して迷惑かけるんですけど、自己肯定感を持ちつつ成長できる人って本当に、まあ、成功者って、ね、多いんですけど、あ、珍しいケースなんで、状況に応じて、あ、失敗したな、だから改善しようっていうのが本当は自然なんですよね。自己肯定感を持ってる人は本当に麻薬やってるのと同じような状況なんで、まあ、苦手なのは分かるんですけど、スルーというか、まあ、幸せそうだなって思って見るのがいいと思いますね。少なくとも迷惑をかけてるんじゃないような気がしますね、この文面から察するに。誰にも迷惑かけずに合法的にラリってる人だと思って遠くから見守ってあげてください。私はいわゆるシワシワネームで、ああ古臭い名前ってことなんですかね。自分の名前が好きではありません。どうすれば自分の名前を好きになれるでしょうか？へえ、そんなに苦痛なんだったら改名したらいいと思いますよ。めんどくさいですけど不可能じゃないの で改名したっていう経験がすごい面白いのでキャッチーです。結構解明したらいいと僕は思います。まあ、家族が何て言うか分かんないですけど、そんなに嫌なんだったら全然していいと思いますし、で合コンで自分の名前言うのが恥ずかしい、恥ずかしいような名前ってすごく食いつきがいいと思いますけどね。武器なんじゃないかなと思いますね。古臭いって思われる時点でイニシアチブ取れてるようなもんなんですよ。相手は必ずこう思うならこういう対処ができるみたいなのができるんで、一歩強い武器だと僕は思いますけどね。最近周りの友達に一方的に相談ばかりされて、
もちろんちゃんと聞きますが、私の話はどうでも良さそうに聞くのですごく無駄しくなる上、もともと家庭環境もあまり良くなくて家に帰っても親に気を使って疲れるので、自分って頼れる人も話聞いてくれる人も周りにいないんだなって漠然と毎日虚しくて仕方なくなります。どうしたら楽しく明るく過ごせるようになるのでしょうか。一応今貯金中である、ある程度貯まったら、もともとはしたくなかったですが一人暮らしをしようかと考えています。ああ、まあ一人暮らしは別にしたら、結構したらいいと思います。おすすめ、いや楽しいですよ一人暮らしは。周りの人友達に一方的に相談ばかりされて、もちろんちゃんと聞きますが、でも質問する人ってもう質問した時点で終わってるんでね、別にこっちの意見があんま聞きたいとかないんですよ。まあこれでね、私も意見言ってそれをなんか聞いてる人がどうこう思ってる動画なんですけど、これも都合よく解釈するだけなんで、何言ってもあんまり伝わってはいないと思います本心の注文は。でも相談されなかったらされなかったら、それは多分辛いんじゃないですかねこの人は。気の持ち方、なんかスイッチの入れ方で全然、あ、人から頼られて嬉しいなって思えそうですけどね。3歳上の兄が働かなくてどこに行っているのか、1ヶ月に1回くらい帰ってきてまた出て行って困ります。トラさんじゃんもうどういうこと。すっげえ気になるな。気になりますねこの人。こっそりつけてってみたらどうですかね。探偵雇うなり、まあ、探偵は金かかんでね、暇そうな、同じぐらい暇そうなやつを見つけて、ちょっと兄のことをつけてくれって頼んで、ちょっと気になりますねこれ。いや普通に何らかのストーリーが生まれそうなんで、そのお兄さんのことをつけてって、まあ、名前とか伏せてどっかで発表したら、ちょっと僕は読みたいなと思いますね。11月に留学の選抜試験で、あ、トフがある、あ、大学であるんだ。今勉強していますが、このままの勉強法でいいのかと毎日不安ながら勉強しています。何かアドバイスください。いや俺受けてないんだよな、ちょっと分かんないんですけど、このままの勉強法でいいのかっていうのは模擬試験とか対策で結果出てるんじゃないのかな。結果出てないんだったら多分もうこの勉強じゃいいとは思わないと思うんで、ある程度結果出てるけどちょっと不安なんじゃないですかね。とりあえずそれで続けてみたらどうですか。不安かもしれないけど勉強続けてくださいっていうアドバイスしかないですね。カズレーザーさんこんにちは。私は性欲がある方で週4が当たり前の生活を10年近く過ごしてました。しかしここ最近どうしても性欲が湧かず、月にほどの性欲になってしまいました。仕事で精神的に落ち込んだり、寒さで性欲がないのかもしれませんが、これって病気かなと本気で心配してます。見解をお聞かせください。週4が当たり前が、金払ってるのかとかパートナーとのことなのかで全然違うと思いますね。ただ10年経ったんだからそれは衰えるだろうと思います。それが老化というものです。子供ができて夫と仲良しでいられる方法を教えてください。え、なんかもう破綻しそうな匂いがすげえしますけど、一回話し合うのがいいんじゃないでしょうか。1年前ゲームがきっかけで出会い、その後付き合うようになった彼氏がいるのですが、私の親はその人に会うことに反対しています。ちなみに親には友達とは言っていますが、実は彼氏であることは隠しています。会いに行くならスマホもゲームも取り上げるというのです。どうしたらいいのか私には分かりません。お互い顔は知ってますし、どこに住んでいるかも知ってます。東京と山口の遠距離、はい、そしてお互い本気で愛していますし、会いたいと思っています。まあ取り上げるって言われるなら、まあそうね、しょうがないんじゃないですかね。まだは、あ、私は今月で25歳、彼氏は27歳。なんでそれでスマホもゲームも取り上げられるっていう選択肢が、そういう、どういうこと。どうかアドバイスお願いします。自立してください。実家暮らしをやめてください。そしたら好きな時彼氏と会えます。こんにちは。春から社会人になります。遠距離中の彼は水木休み、私は暦通りの休みで休日が合いません。彼のことは好きなのですが、1年間でほとんど会えないかもとすごく不安になってしまいます。どのように気持ちの整理をつけますか。それを伝えて彼も不安に思ってるんだったら、不安と不安の状況っていうのは何も生み出さないので、お別れしてもいいんじゃないかなと思いますね。会えないことが不安に思うんだとしたら、多分その関係っていうのは会うことが前提の関係なので、多分破綻しちゃうと思います。本当に続く遠距離恋愛っていうのもたまに見かけるんですけど、そういう時ってこういう会える会えないっていうのはまず悩みに出てこなかったりする関係が多いので、リモートとかで
この不安を払拭できないんだったら喧嘩になる前に解消するのも一個の手だと思います。いつも楽しく拝見しています。一番効果のある少子化対策って何だと思いますか？手厚い保護とか支援っていうことになるんでしょうね。分かりやすいので言うと、少子化を止めるわけだから子供を作りやすい状況、子供を作りたくなる状況っていうことが一番大事なんじゃないですかね。誰かを好き、かっこラブになったことがありません。好きになる、かっこラブ、どんな感情なんですか、どんな気持ちなんですが教えてください。くだらないですが質問です。現在では AI が写真と言われてもわからないくらい写実的な絵を描きますが、今後は実在しない顔を作り出す AI を使って元となる顔を用意して AI に描かせた非実在人間のヌード写真風イラスト集とか販売されるようになると思いますか？すっごく幅の広い質問きましたね。好きになるってどんな感情なんですか、わかんないですね。全くそういう感情がわからない人もいるにはいると思うので説明しづらいですね。なってみなきゃわかんないとしか言わないですよね。そんなに私は恋愛っていうものを甘美なものだと思ってないので、私もしかしたら分かんないかもしれません、その気持ちが。で後半の、非実在人間のヌード写真集風イラスト集は、これはもうめちゃめちゃ作られてると思います。ディープフェイクじゃないですけど、もうデータ入れまくって有名人の体つきと顔つきとかもうコピーしまくって勉強させまくって、ガンガン作られてる。でそれは一応今の状況だと、セーフガードみたいなのついてて作れないようになってるんですけど、多分作れる AI もザラにあるんだと思います。理論上可能だからいっぱい作られちゃうんじゃないですかね。どうなんでしょうね、その権利とかでめちゃくちゃ揉める時代になるとは思います。だから本物じゃないといけないものの価値をもっと見直す時期が来るんじゃないですかね。有名になるってことだからそれだけリスクがあるってことだと思いますね。自分のヌードが作られてもへでもないって人がだから勝つ社会になるかもしれないですね。私はもう何とも思わないのでガンガン作ってほしいですね。12歳年下の職場の男性のことが好きです。おー結構したっすね。今彼女はいないようですが好きな子はいると話してくれてます。あーじゃあ難しいのかな。彼はおそらく私に対して何でも話聞いてくるお姉さん的な思いなんだろうなと思ってます。なるほど、お姉さん的な人だと思ってますって感じる場合って往々にして何とも思ってないケースが多いので今のところ難しいと思いますね。どうしても可能性があると思って今文章を書かれてますけど、可能性はないケースの方が僕は多いと思いますね。お姉さん的な人って何とも男性は何とも思ってないことが多いです。お姉さんと付き合いたいというのはゲームとか二次元の世界だけの話で、実際お姉さんと付き合いたいとはやっぱあんま思わないのでちょっと難しいんじゃないかなって思いますね。週1で4コマ漫画をイラストサイトにアップして1年が経過しました。ネタが枯渇してきたのでネタを探してます。カズレーザーさんは日頃あこれクイズになりそうみたいな発見はどうやって見つけてるのでしょうか、とても気になります。いやまあひたすらメモってるだけですね。ネタを探してます。いやネタが枯渇したならやめたらいいのに。週1で本当の趣味なんだったらもう休んだらいいんじゃないですかね。でも1回休むと多分ね二度とやらなくなっちゃったりするので、まあ、でも無理やりでも探そうっていうのはすごいですね。子供の時から年を取ることが嫌で死ぬとどうなるかを考えるとすごく怖くなります。怖いですね。みんな少なからず恐怖心はあると思います。あります。毎日寝るときに怖くなったりしてしまいます。考えても答えが出ないことを毎日不安に思っているのがしんどいです。どうやってこの不安感をなくせばいいか考えても未だに解決策は見つかりません。僕も見つかりません。なので寝るとき怖いことを考えなくても済むようにヘトヘトになってから寝ます。よく眠れます。今就活中です。現在内定ゼロです。小さい頃から一般家庭に育ったら高校大学通って正社員として社会人にならなければいけないという考えが自分にあってすごくプレッシャーなのですが、カズレーザーさんは正社員にならなければならないと思いますか、またフリーターをどう思いますか。どっちもお金をもらってる、働いてお金をもらってる人たちだと思います。どっちだからっていうのは全然ないです。ただ、その会社の中での立場が違うとは思います。作り構成であったりとか全然差はあったりするものだと思います。内定ないのは大変ですね。でも正社員、この質問するときはやっぱ正社員になりたいってことなんですね。フリーターよりは正社員の方がいいだろうなって思ってそうなので、いやご分を祈っております。希望の会社で正社員になれたらいいな、いいんでしょうね。でもフリーターをどうこうは全く何とも思いません。4月から
新社会人になるものです。私は学生時代に短期バイトを数回した経験しかないのですが、長期のバイトを経験したらやつはろくな人間、ろくな社会人にならないと OB に言われ、4月からちゃんとやっていけるのか不安です。カズレーザーさんはバイトの経験はその後の社会人生活に影響すると思いますか？まず学生なんだからバイトなんかしなくていいと思います。長期のバイトを経験してないやつはろくな社会人にならないって言ってる OB は多分長期のバイトしてたんですよね。そんだけ学生時代勉学以外のことをやってるんだから、まあ真面目なやつなんじゃないと思います。そんな OB の言うことは気にしなくていいんじゃないですかね。バイトを全くしませんでした、精一杯勉学に打ち込みましたっていう人の方が僕は優秀だし信頼できるし、これからもお仕事一緒にしたいなと思うので、長期のバイトしたぐらいのことをまず最初に語るような薄っぺらい人生の OB の下で働くのはこの人かわいそうだなと思います。最近できた友人のどんくささにイラついてしまいます。自分もかなりどんくさい方なのですが、自分と同じようにどんくさい人と行動して初めてどんくさい人にイライラする気持ちを知りました。何回どんくさい使うの。今まで周りにいた人にこんな気持ちにさせていたのかとかなり落ち込み、そういえばあの時もこの時もと自分の過去のどんくさいエピソードを思い出してはさらに落ち込む日々です。その友人のことは好きですし、本人は悪くないのは分かっているのですが、自分を見ているようだからモヤモヤしてしまいます。どんくさい人に対して何か思うことはありますか？どんくさいとそんな思わないです。あ、でも自分がどんくさいから思うんだ。なん同族嫌悪みたいな感情になるんですかね。どんくさいのでイライラするのか。どうなんだろう。でも迷惑レベルまでのどんくささなんですかね。ただちょっとテンポが合わないとかのんびりしてるとかで、でも結果に大した影響がないんだったら勝手にイライラしてるだけなんじゃねえのとは思いますけどね。どんくさい人に対して僕は本当に何とも思わないです。でもなんかせっかちな部分もあるんです。なるべくせっかちな人と付き合うようにしてます。その友人のことは好きですしっていう、なんか本当にお種ごかしかのように一応好きって言ってるけど嫌いなんじゃないのかなと思っちゃうよね、これ文章だけ読むと。まあ、しばらく1年ぐらい付き合ってみてまだイライラするぐらいだったらその人の交際をちょっと減らすのがいいんじゃないですか。どうしても東と西がどちらか一瞬で分かりません。分かるわ、分かんないよね。生活していて方向が分からないのはもちろん、通常でも3秒くらい考えてやっと東と西が思い出せます。北と南は大丈夫です。何かいい方法ありますでしょうか。今一度関西地方、関東地方、関西地方を思い浮かべて北を上にして右か左か確認する方をしています。いや、北を上にして確認できるならもうそういうもんですよ。右か左か、俺右か左かが分かんなくなんだよな。右曲がってほしい時に右折してくださいってタクシーの運転手さんに言うの、あれどっちだっけってなんだよな。東と西は分かんなくなるだろう。そんな昔の漁師じゃねえんだから。漁師はね、海辺で働く人はすぐパッと分かんなきゃいけないって言うけど、水を潜ってもパッと分かんなきゃいけないって言うけど、北が地図の北が上って分かってれば大丈夫よ。あとはもうスマホに引き合い教えてくれるから、ルートは。 YouTuber にガチ恋してしまいました。相手からしたら完全に一人のファンでしかないと思うんですが、この恋叶える未来ってありますか？ないと思いますよ。でもその YouTuber がファンに手を出すタイプの子だったら簡単に関係を持つことはできると思いますけど、基本的に YouTuber ってみんな頭いいのでファンはファンとして対応するはずです。ファンを独立した一人の人間、自分と同レベルの人として対応してたら身が持たないので、基本的にファンはファンとして対応してます。でそれが大人の対応なので、はい、あなたが YouTuber から見てメリットのある行動を取らない限り、例えばもううなるほど金持ってて毎回スパチャしてくれる、年間数千万スパチャしてくれるとか、もしくはなんか同じような職業をやってるとか、会社経営してなんかこの人を CM に使う広告案件を渡せるとかじゃない限り、ファンはファンなので、ガチ恋する上とか多分人気な YouTuber なんですよね。100万人とかいる、何百万人っている数字の中の一つでしかないので、あ、絶対に叶わないです。憧れの対象とこういう恋愛関係になるのって基本的に無理なので、はい、それは諦めるとかじゃなくて、はい、無理だと思ってください。漫画の中のキャラクターと恋してもやっぱ結ばれるのは難しいですよね。それに近いものだと思います。カズレーザーさん、こんにちは。カズレーザーさんのこの人いいなと思うポイントを教えていただきたいです。私は自分の趣味を生き生きと楽しんでいる方や自分とは違った感性を持っている人にいいなと憧れます。僕はですね、口数が少なくてでも金払いのいい大人が好きです。自分の話をあんましないのに最後おごってくれる
そういう人が一番いいですね。学生時代の学びと大人になってからの学び直しはどちらが重要だと思いますか？学生時代の方が若いので学生時代の方が重要なんじゃないかなと思います。大人になってから学び直しって言ってるので学べなかったっていうことなので、学生時代に学べてあれば大人になってから学び直す必要はないんじゃないかと思います。ただずっと学ばなきゃいけないのは基本的に変わんないんじゃないかなと思いますね。新卒1年目社会人です。仕事内容はいいのですが残業代出ない、毎週早出、絶対定時に帰れない、6連勤もあり、人間関係もいいとは言いません。転勤したいのですが新卒1年目で転勤って厳しいでしょうか？転勤なんだ。転勤は会社の都合だからなかなか自分の意思では難しいんじゃないですかね。転職じゃなくて転勤なんですね。その仕事はいいんだ、やっぱ仕事内容はいいから。いや転職の方がいいんじゃない？またやりたいことがないのですがどうしたらいいですか？じゃあ転職がいいんじゃない？だって相当しんどそうじゃない？続けたいんだ。多分転勤しても同じ会社なんだったら同じその就労状況になりそうだけどね。環境は同じなんじゃないですか？他人に興味が持てず周囲の人があの人好き嫌いなどの話で盛り上がっていても共感できずに内心冷めた目で見てしまいます。人に興味を持てないとこれからの人間関係で支障を来すものなのでしょうか？実際に今は恋人もいません。別にいいんじゃないかなと思います。人間関係に支障を来すのは一個はコミュニケーション不足、もう一個は能力不足、どっちかが足りていればある程度カバーできると思います。一人で過ごすのは好きですがたまに孤独を感じることがあります。どうすれば一人でも楽しく過ごせますか？いや、一人で過ごすのは好きってことは一人じゃない時間もあるんですよね。これどういうことなんだろう。一人で過ごすのは好きなのに孤独を感じる。一人で過ごすのは好きなんですよね。で、質問はどうすれば一人でも楽しく過ごせますか。いや、好きなことしてるんだったら楽しいんじゃないの。孤独感じたら誰かのところに行きな、孤独を感じるまでがその一人が楽しい時間なんだから。でその孤独を感じる時間が多くなってきたら多分一人が好きじゃないのよ本当は。みんなと馴れ合いをする楽しみを見つけてください。荷物多い日は10キロ持って2時間かけて音大に通っています。へえ、大物になるので都内防音室付き賃貸借りてくれませんか？大物になってくれるならいいですよ。借りようかな。でもこういう人って借金するのはすごい嫌がるんですよね。本当に大物になってくれるなら全然苦じゃないはずなのに、じゃあ1000万円貸しますって言うと、貸すんですかみたいな感じになるんですよね。本当に借りてくれるんだったらちゃんと借用書書くんで1000万円借りてくれるんだったらなんかいいなと思いますけど、ちゃんと利子もつけて払い返してくれるなら全然いいなと思いますね。抵当とかちゃんとつけて。その日一日頑張って明日も頑張ろうって思っても次の日が起きれなかったりします。そんな自分に落ち込まない、落ち込む毎日です。コツコツ頑張るにはどうしたらいいでしょうか？まずその日一日頑張ったんですもんね。じゃあ翌日ぐらい良くない？起きれなくてもまた多分その日一日頑張る日が来ますから、はい、それを人はコツコツ頑張ってるって言うんですよ。毎日頑張る必要はないと思います。定期的に頑張ってるならそれはコツコツ頑張ってるってことになるんじゃないですかね。毎日お風呂に入るのがめんどくさくて嫌いです。でもお風呂に入った後じゃないと布団に入れないので仕方なく毎日ちゃんと入ってます。どうやったら入浴時間を楽しむことができますか？ちゃんと風呂入ってんじゃねえかよ。いいじゃねえかよ。そういうもんだろうよ。楽しまなくていいよ。ささっと入って出てこい。同世代のものです。あ、そうですか。最近体を見るたびにほうれい線やシワが気になるようになり年を取ったなとなんだか不安に感じます。自分の体が老いていくことについてどう考えていますか？もう怖くて仕方がないですね。毎日老いを感じます。まあ、どうやったって老いから逃れられないなと思いますね。でほうれい線とかシワとかなくなったらねもちろんいいんですけど、なくなっても大して変わらないっていうのもなんとなく分かってるんで、なんかね本気になれないっていうのはありますね。会いたい人に自分から誘うばかりで自分はあまり誘われません。いつも自分からなんで寂しいなと思ってしまいます。はあ、なんで誘わないのって聞いてみてください。それで大した理由がなかったら本命じゃないので、今後の付き合い方を考えてもいいんじゃないでしょうか。でも誘ったら来てくれるんだったら意外とそれぐらいの人って続けてると楽な関係だったりするので、はい、あんまり自分の中の心のウェイトをその人に比重をね大きくしすぎない方がいいと思います。いつでも辞められる関係ぐらいに留めたらいいんじゃないでしょうか。
僕は高校1年生で文系と理系のどちらかを悩む選ぶか迷っています。将来やりたい仕事につながりそうなのは理系なのですが、得意で好きな教科は文系なんです。どちらを選べばいいでしょうか。理系を選んでください。得意で好きな教科は文系ってのは多分覚えて数字がね、点数が伸びやすいからってことが多いので、将来やりたい仕事が理系なんでしょう。じゃあ絶対理系選んだ方がいいです。よく研修などで思い込みをなくすとか固定概念を捨てようと言われますが、そもそも自分の考えが思い込みや固定概念に縛られている状況なのかどうか瞬時に判断できません。今の考えが思い込みでないか固定概念に縛られていないか判断できる方法は何かありますでしょうか。なんかね、よく最近研修でね、パズルチックなこととか地頭みたいな、ね、ことをやらせる企業であったり、まあ、そういった研修があるんですけど、あれって最初から答えがある時点でもう地頭でも思い込みでも何でもないですよね。引っかけクイズみたいなもんで、思いつかなかったでしょうみたいな後出ししたいだけなんで、何の役にも立たないですあれは。それでなんか研修のパッケージ作って儲けてる人がいるだけで、基本的には何の役にも立たないです、ね、固定概念を捨てようって言ってるやつが一番固定概念持ってますからね。答え持ってるんだから。今現在不登校で通信制高校に通う準備を進めていますが、夢や行きたい大学などもなく未来が漠然とした状態でこの先の生活がとても不安です。夢ってどうすれば見つかるものですか。夢を見つかるってのはちょっと僕も見つけてないんで分かんないですけど、夢や行きたい大学などもなく未来が漠然とした状態なのに通信制高校に通う準備してるっていうのがすげえいいと思います。みんな大抵高校進学するときって漠然とした、例えばね、この部活がしたいとか、なんかこの制服が可愛いとか、偏差値が高いとか、それも漠然とした状態なので、言葉にすればするほど別に大した理由でもないじゃないですか、そんなものって。でもみんな進むんですよ。で、自分でなんとなく漠然とした状態だって分かってるのに、ちゃんとなんか進学しようという意思があるのがいいんじゃないですかね。あ、自分は漠然としてるんだっていうのはなんとなく分かってるだけで、他の人よりリードできることもあると思います。長生きしたいとおっしゃられていますが、それは生きているのが楽しいからですか。まあ、楽しいからですね。それとも死が怖いからですか。まあ、死ぬのも怖いですね。自分と仲の良い人たちがみんな先立ってしまったとしても仲生きしたいと思いますか。長生きするのは、やっぱ生きてるのが楽しいのと死ぬのが怖い、両方ありますね。仲の良い人たちが先立ってしまったとしても別の人と仲良くなったらいいなって単純に思います。やっぱ長生きはしたいですね。不老不死になりたいって本当に思ってますね。死ななくなったら初めて人間って今の経済っていうものから解放されるから、なんかどんな社会になるんだろうっていうのがやっぱずっと興味があるので、それをこの目で見てみたいなっていうのをやっぱ思うんで、めちゃくちゃ長生きしたいな、で不老不死がなんか実現された世の中に生きてみたいなって単純に思うだけですね。でも多分生きてる間無理っぽいので、ずっとビビりながら生きてます。死ぬのは怖いですね。最近寝つきが悪いです。布団に入ってから2時間眠れません。ショートスリーパーなのか分かりませんが、4時間睡眠の方が顔をむくんだりせず体も軽いです。ちょっと僕もショートスリーパーでも何でもないのでがっつり寝ちゃうんですけど、2時間は眠れないんだ。でも今4時間でいいなら大丈夫なんじゃないですかね。漫画を読んでいると言うと本を読んでいることにならないと言われるのはどう思いますか。いや、なんで漫画は書籍じゃないですか。どういうことだろう。ってことは図鑑とか画集とかも本を読んでることにならないのかな。なんだろう、活字っていうことなんですかね。でも漫画も活字だしな。誰がこうおっしゃるのか分かんないですけど、そういう人と距離を置いた方がいいと思いますよ。一個のテーマである程度の分量、情報量があるものを読むっていう意味では漫画よりも確かに書籍とかの方が情報量は多いかもしれないし、密度も濃いのかもしれないんですけど、その分漫画早く読めるんでね、同じテーマで書いてあって、新刊一冊読むのと同じテーマで書いてある漫画コミックス10巻セットだとしたら、コミックス10巻セットが手軽に読めるしね、そういう意味ではいいと思いますけども、娯楽要素の強いコミックスと学術要素の強い書籍だとしたら、それはまあ学術要素の強いものを読んで勉強しろっていう意見なんじゃないかなと思いますね。でもそんなこと言うやつは無視していいと思います。ガンダムってどのシリーズから見ればいいんですか。これはもう一番新しいのを見るのがいいと思いますね。ガンダムっていうのはガンダムっていうもうジャンルなんで、ファーストガンダムから見る必要は今はそんなないと思うんですよ。あとどうしても絵柄が苦手っていう人がいると思うんで、なるべく綺麗な絵柄のやつを見て、なんとなくガンダムを知るのがいいと思いますね。やっぱ新しいの見るとね、ファーストガンダム世代からしたら、ファーストガンダム以外はガンダムじゃないって意見もあったり、全然違うじゃねえか、そんな見てもガンダム分かんないよっていうのもあると思うんですけど、でもガンダムはもうガンダムとして結構ジャンルとして確立されてると思うので、新しいのを見るのがいいと思います。それで合わなかったら多分どのガンダム見ても意外と合わないので、全然、とりあえず新しいの見るのがいいですよね。仕事が暇で異業種や同業他社にヘルプで行くことがあるんですが、見たことあるのにできないことや、
バカでもできると思ってたことにもちゃんと技術があって恥をかくことが多いです。最近恥かいてますか？すごい、すっげえ急カーブで書いてるんだと思います。人のこういう質問に答えるって結構恥ずかしいので、まあ、ずっとこれは恥かいてますね。やらなきゃいけないことは分かってるのに行動できないことがあります。どうしてもやらなければいけないことなのですが、次の行動に進むためにはどうしたらいいでしょうか。こんなところで聞いてないで早くやってください。小さい頃から親にも友達にも先生にも相談できず、ずっと溜め込んでしまうんですが、どうしたら誰かに相談できると思いますか。そんな溜め込んだことをここに持ってこないでよ。適当に答えるんだからこっちは。第三者的な感じでね、相談するのがいいと思いますけどね。よくまあ対応されるテクニックじゃないですか。自分の悩みなのになんかさ、なんか聞いた話なんだけどみたいな感じで第三者として適当に軽く投げてみるっていうのがいいんじゃないですかね。英語を習得できれば人生の幅が広がるだろうなと思い勉強を始めたことがあるんですが、今まで2回挫折しています。学生時代から苦手意識があるのと英語自体がいまいち好きだと思いません。洋画や洋楽もなんとなく苦手です。ちなみに学生時代から数学も嫌いで最低限しかこなしませんでした。反対に国語や哲学などは好きで勉強することも悪くではありません。やはり好きな学問じゃないと勉強は続かないでしょうか。苦手な英語を学習するよりも好きな分野を追求してそっちで成果を出した方がいいでしょうか。社会人になってから学ぶ英語ってもう学問じゃなくてそのツールとしての英語でしょ。ただそれが今のところ使う必要がないんだったら別に学ばなくてもいいんじゃないかなと思います。ポケトークとかでも全然なんとかなんで、学術的な話は無理ですけど、普通に旅行分野だったら全然平気なので。まあでも大人になってから学ぶものってそういうご教科みたいな分類じゃなかったりしますよね。もっとなんか現実的なものだったりしません？プログラムとかそういう方だと思うんで、こういう感じの勉強はしなくていいんじゃないかなと思います。いろいろあって全日制の高校を辞めて通信制の高校に通うことになりました。通信制の高校では実践が大切だと言われたのですが、1日の勉強の予定はどのように組んだらいいと思いますか。うわーすげー大変じゃん。どうなんだろう、燃え尽き症候群になるからあんまり推奨されないんですけど、ひたすら勉強して1回燃え尽きた方がいいんじゃないかなと思いますね。通うことになりましたっていうことは、通いってそんなにまだ期間経ってないですよね。多分ある程度今モチベーション高いと思うんですよ。モチベーション高いうちに1回燃え尽きるまでやった方が僕はいいと思いますね。先に計画決めてしまうと、実は計画通り進めるのが苦手だったってなった時取り返しがつかないので、勉強のやる気を出すにはどうしたらいいでしょうか。いや多分やる気は多分あなたあると思います。勉強どうしたらいいんだろうって悩んでる時点で多分勉強しなきゃいけないっていうベースの考え方を持ってるはずなので、今ただ机に向かってるかどうかだけなんですよ。とりあえずこの携帯を置いて SNS 全部消して勉強に向かえば、多分あなたは相当勉強できるので。なぜ最後には死ぬのに生きているのでしょうか。最近そればっかり考えてしまい、不安や恐怖で頭がいっぱいになってしまいます。最後が死ぬかどうかと生きてるってことにも関係ないと思うんですよね。楽しいことがあるじゃないですか。そんな時って死とか別にどうでもよくないですか、美味しいものを食べて美味しいって思うことと最後が死ぬことって関係ないじゃないですか。生きてるってことと最後死ぬってことはあんまり関係がないと思います。私は人に頼るのが苦手で全部一人で抱え込み頑張る癖があります。人への甘え方を教えてください。周りの人甘えられたいと思ってるわけじゃなくて、一人で抱え込まないで全員で協力しちゃった方が効率いいんじゃないのって多分思ってると思います。はい、甘えじゃなくて分担した方が結果早くなるよっていう単純な計算をするようにしてください。新しく働き始めたところで資格持ちだからという期待が大きすぎて重いです。うまく聞き流すコツを教えてください。資格に即した仕事をしてそれに見合った給料がもらえるんだったらいいんじゃないですかね。しばらくすれば周りも、あ、この資格って別に思ったほどでもなかったんだぐらいに気づいてくれると思います。はい、時間の問題です。大丈夫です。クラスに話す相手がほぼいません。孤独を紛らわす方法はありますか。話しかけたらいいと思います。孤独を感じてるから紛らわしたいんですよね。話してる間って事務的な話、例えば引っ越してガスとか水道を通すために電話するとなかなか繋がらないんですよ。で、今繋がりにくくなっているのでしばらくお待ちくださいっていうのを無限に聞かされるんですけど、あれ聞いてる時ですら少なくとも孤独ではないんですよね。イライラはしますけど、もう機械的なものですら誰かと会話的なことをしているだけで孤独ではなくなるので、話す相手がいないのが問題なんです。話しかけてみてください。意外と話してくれるんで。ほぼいないってことは意外といるんですもんね。全く話せないわけじゃないですもんね、この方は。多分話しかけてみたらなんとかなります。
他人と関わるのが億劫です。家族以外の人との時間を仕事が休みの日にわざわざ作るのが本当に憂鬱で、その結果今でも会う友人は一人だけ、私って寂しい人間かなと思うことがありますが、たくさん人と交流した方がより良い人生になると思いますか。僕も友達は全然いないので分かりませんけど、他人と関わるのが億劫ですって言ってるのにこういう文章は投げかけてくるっていうのが、情報が一方的に得られれば楽なんだろうなっていう生き方をしてるんじゃないかなと思います。そういうのってあんまないので、自分からある程度労力払わないといい情報って手に入らないので、もうちょい労力払ってもいいんじゃないでしょうか。職場でいつも小さなミスが多いです。事務作業においてミスを少なくするコツってありますか。めっちゃ迷惑かけてそうだなこの人Excel のマクロをめちゃくちゃ組めるように覚えて、ミスの確認をシステムに投げるっていうのを自分で勉強するのはいかがでしょうか。もしくは自分のデスクのあらゆるところに確認しましたかって書くとかじゃない。もしくはイヤホンつけて自分の音声再生してくれるプログラムとかアプリであるので、そういうの入れて10分おきに確認しなよってなんかつぶやいて、その音声が耳から聞こえてくるようにするとか、そういうので頑張ってください。人生の岐路にあります。人生の中で大きな選択はいくつかあると思いますが、回数を追うごとに後戻りできないような気がしてしまいます。そのような大きな選択とはどのように向き合うべきでしょうか。後戻りできないんだ。まあ時間がね限られてる。人間は死から今のところ逃れられないようなので、リカバリーする時間っていうのが短くなっているのかなと思いますけど、その分生きてきた知恵みたいのがあるので、リカバリー能力は上がってると思う。手の手どうでしょう。そう考えたら多分後戻りもできるんじゃないかなと思いますね。こんなに温暖化が進み、どんどんと辛い異常気象が待っているのに、なぜ子供を産む人がいるのでしょうか。わあ面白い。なるほど。まあ、多分未来があんまり幸福に思えないから、そんな状況、未来が暗そうなのになぜ子供を産むんだろうっていうことなんですかね、この方の意見。未来が辛いのにこの方もなぜこんなコメントして生きてるんだろうって話になりませんかね。みんなそんなに絶望してないってことだと思いますよ。母の日や父の日に贈り物をされてますか。いや、したことないですね。息子にスルーされると悲しくなるのは親の子でしょうか。いや、まあ悲しくなるでしょうね。多分うちの両親も悲しいんだと思いますけど、こう恥ずかしながら家族の誕生日とかも覚えてないんですよ。あ、兄貴が4月29日、その緑の日、今は昭和の日かだったんで覚えてるだけで、俺も俺は7月4日なんですけど、それも、独立記念日だから覚えてるわけで、別に結構忘れるんですよね誕生日とか。誕生日とは間違うけど、母の日父の日ってのはやっぱ本当に俺考えたこともないな。スルーされると悲しくなるんだ。でも息子さんはご両親のこと好きだと思いますけどね。僕も好きですよ両親のことが。でもそれを決められた日になんかやろうっていう気にはさらさらなんないですよね。申し訳ないですよねそれは。今帰国子女で大学受験をしています。大学選びで偏差値が高いところを選ぶか、六大学とかでスポーツが強く応援したりできて楽しいところがいいのか迷ってます。うわめちゃくちゃ海外の人っすね。自分の学校のスポーツが強くて応援したりできて楽しい。日本ってそこまで大学スポーツ応援したりしないんですよ。大学アメフトとか大学バスケとかむちゃくちゃアメリカ盛り上がってますけど、そんなのは全然ないです。イギリスとかみたいに学校ごとのバチバチの対決も実際ないです。多分この感じで6大学選んで、いや応援しょぼ、スタジアムしょぼって思うのが悲しいと思うので、偏差値で選んでください。20代女性です。周りの同級生がカフェ行ったりいろいろ出かけておしゃれで、私だけ置いていかれている気持ちになってしまいます。どうしたら大人になれますか。文章つながってる。大人は別にカフェ行ったりおしゃれするものではないです。むしろ子供っぽいですけどね、その同級生の方が。どうしたら大人になりますかってどういうこと。同級生がカフェ行ったりおしゃれしてることを気にしなくなったら大人になったってことなんじゃないでしょうか。カフェ行ったりおしゃれしてることが進んでるってわけじゃないので、ただ時間の浪費の一種類でしかないので、はい、別にそこは大人とは関係ないと思います。中3受験生です。面白歴史暗記法みたいなのがあったらお願いします。わーすごいね。今もたまに動画を上げてる、昔学校へ行こうとかに出てた古慶応さんっていう
あのラップとは名ばかりのなんかダラダラと歴史用語をつらつらと言う人がいるんですけど、下手だなって思いながら聞いてるとすっげえ面白いんで、そういう動画がいいと思います。あんまりクオリティが高すぎるとダメなんですよ、うん、変な人だなって思えるやつがめちゃめちゃいいです。そういう方が記憶に残るので、そういう人探してください。だから歴史さんみたいにすごすぎるとあの入ってこないんですよ。あの技巧の方に目がいっちゃうんで、下手くそないやつを探すのがいいと思います。まあ、コウケイオさん最近すげえ上手いんでちょっとなんとも言えないですけど、下手な頃の方がやっぱり面白かったですね。天才が認められたら本当の天才ではないということですか？急になんか変な疑問から入ってきたな。一般人が天才を認めるってことは一般のセンスが天才に追いついてしまったってことだと思うのですが、そしたら一般の中の優れた人になってしまうんでしょうか？なんだろう、ウルフ賞とかノーベル賞とかすごく科学的に優れた業績を出す人って一般の人でも全然わかんないじゃないですか。何やってんだろうって追いつけないと思うんですけど、そういう天才も全然いると思います。ただ大谷翔平さんみたいにスポーツとかもうすごくわかりやすく何が優れてるかっていうのがわかるタイプの天才もいると思います。天才にもいろんな天才がいるってことじゃないですかね。高3受験生なのですが、11月いっぱいまで部活をやらなければいけないのですが、土日も練習で平日も遅いです。両立の仕方を教えてください。やらなければいけない部活なんですか？部活がやめられないってことですか？やめたらいいんじゃないですか？何部なのかちょっと分かんないですけど、部活で自分の受験に影響を及ぼすなんてすごくもったいないことだと思いますね。部員だったり友達だったり辞めたら迷惑かかると思うんですけど、その人たちとは今後そんなに接点はないと思います。同じ大学に行くわけじゃないので、今はかけがえのない友達かもしれませんけど、あの10年後とかになると全然何でもない人だったって思う可能性もすごくあるんですよ。あのやらなければならない部活なんてないと思いますよ。平日も夜遅い、いや全然やめた方がいいと思いますね。それが受験でメリットになるというか、その一芸とかもしくは専門的な学部に行くために必要なんだったらもうやらなければいけないと思うんですけど、それは両立で悩むことないですもんね。多分その部活続けることで得るものってそんなないんじゃないかな。受験の方がはるかに大事だと思いますよ。10月で30歳になるんですが、未だに実家暮らしでこの周り同士と仲良く暮らし、婚期も遅れ、恋人はいないけど片思いしつつ韓国語の勉強をしながら仕事だけして年月が過ぎていくのかなと人生の焦りを感じています。一人暮らししたことがなくても自立していなくてもお嫁に行けるのでしょうか？マッチングアプリにいっぱい登録して片っ端からコンタクト取れば簡単にお嫁には行けると思います。自立してるしてないと結婚できるできないは関係ないですね。結婚ってのはただの制度なので。怒っているつもりがないのにそんなに怒らないでよと言われてしまいます。友達を押そうと言われますが少ないです、自分の思っている自分と他の人から見えてくる自分の差を感じるので、人と話した後や友達と遊んだ後などに楽しかったかなと言い過ぎてないかなと不安になります。どうしてこのギャップが生まれるんでしょうか？自意識と対意識の違いなんだと思いますけど、常にね自分の顔が見えてるわけじゃないから、まあギャップは生まれると思いますよ。腹立つことを言われこそこそ陰口言ってるのを見たらその場で相手に文句を言いに行きますか、それとも放っておきますか？こそこそ陰口言ってるのを見たら、見えてる時点で僕陰口じゃねえんじゃないか。文句言ってんだったらこっちも文句は言います。まあでも気にしねえかな、どっちでもいいかなって気がします。努力していると考えている時点でお前には才能がないと上司に言われた、自分は納得できていません。はあ、僕もそう思います。努力ってのは才能がない人がすることなんですけど、才能がなくても結果さえ出ればいいので、まあ、結果が出てれば別に上司が何て言うか関係ないんじゃないでしょうか。才能なんかない人がほとんどなんで、なので努力してるので、はい、別にこの上司は間違ったことは言ってないし何も言ってないようなもんですね。気にしなくていいんじゃないでしょうか。2023年大学受験の高3です。ああ、そうですか、頑張ってください。ストレスや不安に落ち着きされそうになった時どのように乗り越えてきましたか？あんまりないんですよね、ストレス不安っていうのが。試験本番の緊張に打ち勝つためのアドバイスもいただきたいです。緊張とか、経験したことないプレッシャーに打ち勝つというのはなかなか難しいので、経験したことないプレッシャーとか不条理な状況を体験しておくのがいいんじゃないですかね。なんかよく言うのがすっごいうるさいところとかで試験問題解いてみるとか、そういう自分ではどうしようもないプレッシャーを経験しておくと、そのストックがたくさんあれば不安とか緊張に打ち勝ちやすくなると思います。でもそんなことするんだったら普通に勉強しといた方がいいんじゃないかっていう話もあるんですよね。多分こういう悩みとかはあるのはしょうがないですけど、
悩むくらいなら1問でも多く問題解いてください。で、合格してください。頑張ってください。有名企業に入れば稼げますか？世界中の人が共通的に思う有名企業に入れば稼げると思います。GAFA であったり、なんだ、中国のものありますよね、4つ。テンセントとか。そういうところに入れば稼げるって言えると思います。ただ、そういうところの人は意外と稼げるっていう感覚なくて、すぐに転職しちゃったり、キャリアアップを目指してるので、あんま稼げるかどうかっていうのは気にしないと思いますね。ただ、就職ランキングとかで人気の有名企業っていうジャンルでは、あんまり稼ぐのは難しいと思います。日本って所得税高いのないですか？確定申告するために悩みます。まあ、高いですよね、そら。要は4割以上持ってかれるわけで。でも、その、もう高く感じるぐらい所得があるんだったら、それはもう海外移住考えた方がトータルで得だと思いますよ。仕事がかったるいです。わかる。私しかできない業務があり、気になること、その業務の人材育成について上司に相談しても丸投げで取り合ってくれません。仕事は好きだし人間関係もいいですが、プライベートの時間がなくなり仕事的に耐えれる人がいないという点で、このまま違和感を持ちながら仕事を続けてもいいものかと悩んでいます。この方しかできない業務があるんだったら、もっと横柄な態度に出た方がいいんじゃないでしょうか。人材に上司に相談しても丸投げ取り合ってくれませんだから、サボったらいいんじゃないですかね。そしたら困るのは上司と下の周りの人なので、もっとマウント取れまくって優位に動いた方がいいと思います。わあ、世界史に出てくるカタカナを正確に覚える方法を知りたいです。カタカナなんかあんなん適当につけたんだから覚えなくていいと思います。ただまあ世界史のねテストで出るから覚えなきゃいけないんですけど、あの雰囲気で覚えるのがいいと思います。エカテリーナ2世なのかエカテリーナなのかエカチェリーナなのかとかすごいあるんですけど、あのどっちでも大丈夫ですよ。まあ点数欲しいってなったらね、っ重要なんですけど。性欲を消す方法を教えてください。もったいない、消しちゃうんだ。それはもう仏門に入って1年間本当にね、1年なり2年なり3年なり本当のお修行をされるのがいいと思うんですけど、性欲を消すっていうのと断酒はまた違うと思うんですけど、要はシンプルにやっぱり多分こういうことを言う方は男性が多いと思うんですけど、もう本当に一生消していいんだったら金玉取るっていうのは俺はいいと思いますけどね。やっぱそれによって不幸になってる方もいるにはいるので、違う生き方を、あとこの方が何歳か分かんないですけど、あと10年20年なり30年なり性欲ない方が幸せになるなっていうのが見えたならね、外科手術頼るのもいいんじゃないですかね。社会人4年目です。高校1年生を最後に好きな人ができません。ですが恋人は欲しいです。そういうことよな。職場の人や同級生に誘われて何回か遊びに行ったりはしていますが、どうしても相手を男性として好きになりません。一緒にいて楽しいのですが、手をつないだりそれ以上に関係になるのを想像できないため、全てを断りしています。どうしたら人を好きになるのでしょうか、なれるのでしょうか。いや、好きになってないだったら別にいいじゃないですか。でも恋人欲しいんだ。どういうこと？都合のいい関係の人が欲しいってことなんですかね。それともなんか一緒にいて安心するような人が、友人の延長線上みたいな人がいいのか。まあ、肉体関係はとりあえずしてあげるから、それでも楽しい人になるみたいな、互いに都合のいい関係を見つけるのがいいんじゃないですかね。何もこっちから提供せずに恋人になれっていうのは難しいと思います。社会人になってから10年ほど経ちますが、気づけば学生時代の友達とほとんど縁が薄くなってしまいました。職場で周囲の人と話す程度の日々です。距離感の近い友達がいればいいなと思う時ありますが、どうしたらいいでしょうか。職場の人と距離を近づけるのがいいんじゃないですかね。会う機会が多い人と仲いい方が人生幸せなので、なかなか会えない人と仲いいっていうのはね、結局学生時代みたいに縁が薄くなっちゃうので、単純に友達を増やしたいんだったら会う機会が多い人と仲良くなってください。最近どんな本に読まれましたか？最近なんだ、ジョン・フォン・ノイマンっていうマンハッタン計画に参加していた、悪魔の頭脳とか火星人とか呼ばれてたすっごい頭いい人の、評伝みたいなの読みましたね。ついさっき読みましたね。30代後半です。この年齢になって初めて海外の会社に就職が決まり、年末あたりには引っ越して会社があるマレーシアに住むことになりました。ああ、面白そう。特殊なスキルなどは何もありませんし、一般的に挑戦することを諦める人が多い年齢ですが、決めつけずに挑戦してみるもんだなと思いました。私は年齢関係なく人生を遊んでいたいです。いいですね。マレーシアに渡航されたことありますか？日本とは違うので不便なこともありますが、面白い国なので、一緒にマレーシアで暮らしませんか？いや、マレーシア暮らし結構一時考えてましたね。
移住したいなとはすげえ思ってたんですけど、でもなんか食べ物が俺苦手なものがすごい多いので、マレーシアで多く食されてるものが基本的にやっぱ苦手だったので、まあお店を選べばあるんでしょうけど、ちょっとベースの味付けがちょっと合わないなってのがあったので、ちょっと移住先からはちょっとリスクから落ちてしまいました。いいっすね、楽しそう。でもやっぱ違う国では暮らしたいですよね。まあどこで暮らしても別に一緒っちゃ一緒なんですけど、同じような人がどうせ暮らしてるんで。怒りの沸点が低くて困っています。他人に対してすぐイラつくしカッとなってしまいます。私の知人で怒っても仕方がないというスタンスで全く怒らない人もいますが、私はそれができません。そういう性格なので仕方がないと半ば諦めていますが、何か改善策はありますでしょうか。マジで意味わかんないぐらいちっちゃいことで怒ってるんだったら何とかした方がいいと思うんですけど、別に怒ることそんな悪いことではないので、僕はあんま怒んない方なんですけど、だからといって怒ってる人見てもああ恥ずかしいなと思いますけど、みっともねえなと思うんですけど、まあ怒る理由も分かったりするので、全く怒んなくてしんどい生活するよりは、別に怒ってストレス解消できるんだったら怒ってもいいんじゃないですかね。まあ、その分周りからの評価がどうかなるか分かりませんけども、怒らせる原因があるんだとしたらその原因を作った人の方が悪いので、怒った時にその理屈を頭の中で一回整理できて、それでも怒った方がいいと思うなら怒ったらいいんじゃないでしょうか。カズレーザーさん的必読書ありますでしょうか。できれば小説ジャンルで押していただきたいです。大半の小説って娯楽なんで必読ってことはないと思います。このゲームやんないなんて人生半分損してるよみたいなのと同じことなので、しかも小説やっぱ好き嫌いが多いので、必読の本ってなかなかないですね。教養として昔から名著って言われてるものを読んどいて、ああ大したことないなって思うのはいいかもしれませんね。コメント能力ってどうやって鍛えてるんでしょうか。いやちょっとこっちが聞きたいですね。俺はどっかで聞いたことをその場で言うだけですね。なるべく自分発信しないっていう責任を取りたくない。高卒なんですが、もともと夢がなく特にやりたいこともないまま就職し、何気ない毎日で今をだらだら過ごしています。やっぱり一度きりの人生、何か目標を掲げて生きていった方がいいのでしょうか。いや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 、一度きりの人生なんだからだらだらした方が俺はいいと思います。2回3回あるんだったらね、今回リスク取って頑張ってもいいけど、1回しかないんだからもう平平ボンボンと食っちゃね食っちゃねしたいですね。だらっとしたいですね。来世があるなら今回頑張る気になりますけど、ない可能性の方が高いんでだらだらしたいですけどね。春から一人暮らしも始めたのですが、部屋の掃除が苦手です。こまめに片付けなきゃいけないことは分かってるけど働けないです。面倒だなってことに取り組むことのモチベーションどうしてますか。面倒なことはしないです。掃除なんかしなくたって死にはしないんだから、お部屋になるまでなんかもうね、ゴミ屋敷になるまではしなくてもいいんじゃないかなと思います。でもうゴミ屋敷になる前に引っ越す、それでいいんじゃないでしょうか。気になる人が2人います。どちらか1人に決めるべきですか。日本は重婚が認められてないんで、結婚するってなったらどっちかに決めた方がいいと思いますね。それ以外の時は別に、そんな決めなくてもいいと思いますよ。どこで勉強するのが好きですか。喫茶店ですね。全然人のいない喫茶店とかが好きです。家は嫌いです。親が就職試験を応援してくれる裏側に家計費を入れるためだとか、自分の子供が正社員じゃないのが恥ずかしいっていう意図があったとき、それでも親の言葉をありがたく思わないといけないのでしょうか。はあ、ありがたく思わないは別にどっちでもいいと思いますけど、それによって就職できたなら儲け物なんじゃないですかね。で、家計費入れたくないんだったら親から離れて別のところで暮らしたらいいと思います。相手に期待しない考え方とイライラしないコツを教えてください。期待するっていうのは自分からある程度のことをやってるんだから、これぐらいは返してほしいっていうギブアンドテイクの関係を求めてるときに期待してしまうんですよ。そんでそれがギブがなんかこっちのギブに対してテイクが少ねえなってなるとイライラしてしまうので、最初から何も与えなければそんなにイライラしないと思います。最近ハマれるものがなくて困っています。だらだらと人生を過ごすのも好きなのですが、何か一つのものに熱中したいです。おすすめのものはありますか。ルービックキューブとかああいうのでもダメなんですかね。だらだら人生過ごすのも好きなのにハマりたいんだ。あ、許される限り昨日と全く同じ生活を続けてみたらどうですかね。そしたらその生活にハマれるのかな。ちょっと試してほしいですね。20歳です。人が怖くて働くことが苦手です。フードコートや学校での集団行事、バイトなど人がたくさんいるところでは怖くて相手に目を合わせられず手が震えてしまいます。今後30代40代50代となって働かず親の金だけで生活していくのはとても惨めで自分を許せません。どうすれば生きていけますか。家で一人で
お金を稼ぐ方法を頑張ってください。集団行動しなくてもお金を稼ぐことはいくらでもできます。本当に苦手なんだらしょうがないですけど、でも克服できないレベルなんだったらまあそれしかないと思いますね。高校生向けの一問一答お願いしたいです。あ、まあね、どっちがいいのか両方一応やってるんですけど、難しいのばっかりにしちゃうとね、ちょっとやっぱ本当に新聞幹部になるとも言われるし、あと俺もさすがに理系科目とかの高校だとセンターレベルとかでもあんま覚えてないのもあるので勉強し直さなきゃいけないですね。でもできる限りいろんな一問一答を作りたいですね。世界を征服する方法を教えてください。はあ、なるほど、何をもって征服なのかって感じしますね。地球という領土全部を自分の国にするっていうタイプの征服であったり、経済的に支配するっていう方法であったり、いろいろあると思うんですけど、努力か経済力かどっちかが必要なんじゃないですかね。ただ征服すると搾取する側がいなくなるので、あんまメリットはなさそうですけどね。侵略する場所がなくなると武力を行使する相手がいなくなるので、内部崩壊しちゃうっていうのが、まあ、歴史が大抵証明してくれてるんですよね、はい、外部になんか領土を求めるタイプの征服の仕方は征服し終わった瞬間別の悩みが発生するので、また経済的に征服しようってなると、むちゃくちゃなお金持ちになったとして世界で一番世界の富の大半を手に入れているのは大金持ちになって好きなことをやるってなっても、それが征服なのかって話なんですよね。経済的な支配ってのはあんま最悪そうですね。結局お金持ちかどうかだけの話になっちゃうんで、征服したっていうかなんか実感がない気がしますね、うん、だからあんま征服しない方がいいんじゃないかなって思いますね。会社の環境や長年いるスタッフさんからの重圧などにすぐ負けてしまい、精神的に参ってしまって仕事が長続きしません。22歳で転職5回目です。私のような場合どんな仕事が向いてますか？性格的には人見知りなど全くなく、逆に明るすぎる性格です。なのに仕事に行くと静かになり、本来の自分を出すことができません。仕事に行くと静かになって自分を出せない人を人見知りって言うんですね。だからあなた別に明るすぎる性格じゃなくて人見知りなんだと思います。この明るすぎるみたいなことを思わなくていいです。で、大抵の人が人見知りです。彼女に期待しすぎてしまいます。期待しないようにすればどうすればいいのでしょうか？どれぐらい何を期待しているのかによりますけど、いいんじゃないですかね。どうせ来年か再来年には違う女性好きになってると思いますよ。それ前提で付き合った方がいいと思います。そうやってなんかハードル下げておくと、なんかちょっとした時にすげえ好きになったりするので、はい、それぐらいでいいと思います。お金のへの執着を減らすにはどうしたらいいでしょうか？これはなかなか難しいんですけど、お金のない生活を続けるとお金ってやっぱ執着しなくなりましたね。でも周りに行くとお金がなかったからこそお金に執着しちゃうらしいんですけど、僕はもうそれでなくなりましたね。お金なくても幸せだったっていうのがやっぱどうしても大きいのかもしれません。夢ってどうやって作ればいいんですか？夢は別なくてもいいんじゃないかな。今どうですか？楽しくないですか？楽しいなら夢っていらないと思います。楽しくないなら夢を見た方がいいと思いますね。自分が ADHD と分かり、毎日とても生きづらいです。どうしたら生きやすくなると思いますか？ ADHD だと分かったことは、お医者様の診断を受けたっていうことなんですかね？それとも自己診断なのか？もちろんお医者様の診断を受けたっていう前提で話すんですけど、そしたらこういうところで質問はしない方がいいと思いますね。僕の不用意な言葉とか、こういうところに流れてる不用意な文章っていうのは、結構自分のハートを痛めつける言葉が多いと思うので、なんか悩みがあったり、心が疲れてらっしゃる方は自分に聞きなじみのいい言葉だけで身の回りを埋めるのがいいと思います。今は批判とかアドバイスを求めない方がいいと思いますね。近隣の洗濯物の匂いがきつくて困っています。窓を開けたら好きでない匂いが部屋に入ってきたり、洗濯物を外で干したくても服に匂いが移ってしまい悲しいです。引っ越す他に解決案があれば教えてください。ねえじゃねえすか、そんなに匂いが入ってくるきつい洗濯物って何？洗濯してねえんじゃない、逆にくせえもん干してんじゃない。引っ越すほかに解決案なんてあんのかな。引っ越した方がいいと思うけどな。かもう窓開けないと方がいいんじゃないかな。窓そんなに開けないですか？俺絶対開けたくないんですけど。窓開けない生活楽しむのがいいんじゃないですかね。あ、はじめまして。カズレーザーが以前
もうすごい呼び捨てで書いてくれてありがとうございます。カズレーザーが以前スティーブ・ジョブズがいなくなってもアップルって成績を伸ばしているということを話されていて、今まで自分が辞めたり周りに迷惑をかけるんじゃないかと思っていましたが、自分がさらに働きやすい環境に行くために転職活動をしています。最終面接まで一社進んでいるんですが、最終面接のカズレーザーさんなりの攻略法というか考え方がありましたら教えていただきたいです。そんなに少人数の募集なのかな。あ、まあそっか、中途採用はね、それもあるか、新卒じゃなければね。いや、もうでも最終まで行ってんだったらもう攻略法とかないですよ。一体多数、自分より多い目があることがね、大半なんで、そこは作ったもので切り抜けられるもんじゃないです。ね、これね、ジョブズいなくなってもアップルって成績伸ばしてるっていうのがなんかいろんなところで転載されたりしてるんですけど、これはあの場で言ったことであって、全員に向かって俺喋ってないです。基本的に言葉は全員に向けて喋ってないです。まあ都合よく解釈してくれれば一番いいんですけど、あなたに対して言ってないのに全然俺に当てはまんねえじゃないかみたいなことを言う人がいるんですけど、ちょっともうちょっと落ち着いてきてください。過去のトラウマを忘れるにはどうしたらいいでしょうか。いや無理でしょう。昔 USO Japan っていう番組で心霊写真とか心霊動画とかすごい特集してたんですよ。未だにそれを思い出して夜中パッて起きますもんね。そんなちっちゃいことでもずっと忘れられないから、トラウマだって思えることなんかもう絶対忘れられないですよね。その分楽しいことをいっぱい、何でもいいからしょうもないことでも楽しいって思うことをストックしてって、例えば夜寝るときにトラウマ回を引かないようにするっていうことですよね。そのためにはどうでもいいことでも楽しいって思った方が得だと思います。最近涙もろく、今日は数学が解けなくて悔しくて泣いてしまいました。対象を教えてください。数学が解けなくて悔しいってことは数学そんな得意じゃねえんじゃないかな。数学すげえ強かった学生時代の友人とかって別に解けなくてもなんか楽しそうだったので、多分今そんな楽しく数学やってないと思うんで、それは歯食いしばって必要な点数、多分まあ数学っていう書き方してるんで実利的なものじゃない、多分社会人じゃないと思うんで、社会人だったらもっと細かいじゃんので解けなくて悩むと思うので、受験とか学生さんじゃないかなと思うので、必要な点数になるまでは頑張って解いてください。自分が作った作品をより多くの人に見てもらう方法として何が一番効率的だと思いますか。作品というのはどういうものなんですかね。絵画とか彫刻とかなのか、それとも動画コンテンツだったりするのか、 NFT アートなのか、ちょっと分かんないんでこれっていうのはないな。でもシンプル知名度上げるのは楽だとは思うんですよ。知名度ってどんな形でもいいから、それが悪どい方法だったり炎上商法であったりしても人の目に触れる機会が増えると思います。多くの人に見てもらって評価してもらうってなると、別に知名度上げても評価ってそんな変わんなかったりするので、もちろんね、裾野が広がれば高評価してくれる人の人数は増えるんですけど、本質的なものの作品の価値ってのは変わんないんじゃないかな。どういうことなんだろう、目的が分かんないな。ちょっとこれだけだと何とも言えないですね。すみません。寝たいのに眠れない時はどうすればいいと思いますか。目つぶって横になる以外の方法あんのかな。あのね一個おすすめなのありますね。ピストルスクワットって動画で検索してみてください。片足でやる、足片方の足を前に出して片足でやるスクワットなんですよ。むちゃくちゃ辛いんですよ。多分一回もできないと思います。それやってみたらマジでヘトヘトになるんで一発で寝れると思います。本当おすすめです。何も物いらない一発で体ヘトヘトにさせる技なんで、ちょっとやってみてください。膝ぶっ壊れがちなんでちょっと無理はしないでほしいですけど、ちょっとでもおすすめですね。母親の言動に嫌悪感しかなく一緒にいて不快ですって。感情的で物事を自分の尺度でしか見れず偏見に満ちている意見を押し付けてきます。母親だから育ててくれたことや経済的に面倒を見てくれたことに対して感謝の気持ちはありますが、人として関わりたくありません。親に対してこの感情をどうすればいいですか。お母さんに対して育ててくれてありがとう、経済的に、面倒を見てくれてありがとうって伝えて、でも耐えられないので家を出ますって家を出てください。血がつながってるからといって、まあ日本の法律はね、親子の縁は切れないんですけど、でも形上距離を取るってことは結構いいと思います。何歳まで行きたいですか。いや、まあ500は行きたいですよね。とりあえず根も葉もない噂を立てる女性がいるんですが、とんでもねえな。根も葉もない噂を立てる女性がいるんですが、でその人を無視すればあの子は性格悪いって言われるし、
仲良くすれば悪口言われる。仲良くしても悪口言われるんかい。じゃあいいだろう。もう仲良くすんなよ。心霊現象とか信じますか？全く信じないです。数年後にアラフィフになるというタイミングで去年から通信制の大学生になりました。へ、今まで勉強会に逃れようと背を向けてきた自分だったので勉強のやり方がいまいち分かってません。テキストを読んで過去問をやる、これでいいのでしょうか？テキストを読んで過去問をやる、いいと思います。授業があるわけですね、通信制の大学とはいえ。二十歳過ぎてから人生を重く捉えてしまうのですが、どうしたら軽く考えますか？考えられますか？二十歳過ぎたんだから人生を重く捉えてください。子供じゃないんで。でも二十歳過ぎてからっていう考え方も変わるんですかね。もう18歳で成人になるから、18過ぎてからみたいになるのかな。私は虫が苦手です。ああ、わかる。ゴキブリ、ムカデなどなら容赦なく退治します。え、苦手なのに。すげえ。あ、そうなんだ。ですが、蝶やテントウムシなどは退治しません。そりゃそうだろ。何もしてこないでしょ、蝶やテントウムシって。もし子供に蝶は退治しないのにゴキブリは退治していいのと聞かれたら何と答えたらいいでしょうか。同じ命であることは変わりないですが、ゴキブリやムカデなどは退治したいです。同じ命ではないでしょ、ゴキブリの命なんだから。あなたの中でだって明確に基準があるんだから、別に同じ命じゃないんじゃない。でもまあ本当に虫好きの人からしたら同じ命なんだと思いますけど、自分の中の物差しがあるんだったらそれは説明できたらいいんじゃないでしょうか。なんで蝶々やテントウムシ退治しないのっていうのをまず子供に説明できればいいんじゃない。それが可愛いからとかでも別にいいっちゃいいと思います。悲しいことから立ち直るためにはどうしたらいいでしょうか。へえ、レゴとか作るといいと思いますけどね。あの、悲しいこと、身内の死とか取り返しがつかない、もうリカバリできないような、本当に取り返しがつかないことから立ち直るのはまあ難しいと思うんですけど、人間ってそこまで複雑じゃないと僕思ってるので、意外とどうでもいいことに熱中するとその瞬間はやっぱり忘れられると思うので、それが映画であったり漫画であったり音楽であったりいろいろあると思うんですけど、そういうものは意外と試してらっしゃると思うので、まだ試してない単純作業をやってみると意外と心はリフレッシュできますね。心理的な疲労は肉体的疲労に移行させることは、移すことはできるんですけど、それ逆は難しいんですよね。だから心が疲れてるときは体めちゃくちゃ疲れさせると、そっち側に意識がある程度移行して、でもこの肉体的な疲労は寝たりしたら回復できるじゃないですか。それを繰り返すのは結構ありだと思いますね。いや、科学的エビデンスはそんなないんですけど、でも経験則としてそれをやっぱやってる人が多いので参考になるんじゃないかな。なるべく二次元の世界に近づくためにはどうしたらいいですか。二次元の世界みんな好きっすね。今のね、思考パターンとか脳みそが三次元の中で成立してるんで、二次元の世界に持ってことは絶対無理なんで、もう腹くくって真っ平らになってみるしかないんじゃないですか。それぐらいのことを言ってると思ってますよ。同年代の同性の仕事での活躍を見聞きすると自分は到底かなわないと劣等感で苦しくなります。すごいな、私は同じことはできないけど自分にできることを頑張ろうと意識的に思って自分を奮い立たせています。どんな人や状況に劣等感を感じますか？どう対処していますか？教えていただけたら嬉しいです。あんま感じなくなりましたね、劣等感。子供の頃に伝記とか読むじゃないですか、偉人の。あれってすごい人がいるんだなとかじゃなくて、本当はうわー、この人こんな若い時にもうこんな業績残してるんだみたいな劣等感の体制を高めるために本当は読んだ方がいいかもしれないですね。なんだろうね、同年代の人がやってるから自分もできるっていう前提があるということなんですかね。多分同年代の人がやってることの大半は自分はできないんですよね。もしかまあできる能力とは素養はあったりするんですけど、素養だけではどうにもならないっていうのもあるので、人は人、自分は自分、その人にはなれないって思うのがいいと思います。それを認めないとずっと劣等感抱えたまま生きると思うんですが、しんどいと思います。でもまあ意識的に奮い立たせてるんだったら、その劣等感プラスになってるのかな。結局今すんごくしんどくないんだったら、その生活の仕方がいいと思いますけどね。カズレーザーさんにとってプロフェッショナルとは、結局妥協できる人じゃないですか。もう皆さんそうおっしゃると思うんですけど、期限が決まってることで結果を出せる、でここは残念ながら達成できませんでしたっていうオミットする点をより上手に見つける人がプロフェッショナルなんじゃないですかね。よく言いますけど、やっぱアマチュアはね100点を目指す権利がありますけど、プロフェッショナルは納期までにどれだけ高い点数を作るかみたいなことですもんね。そういう意味で僕は全然プロ感覚はないです。
過去のトラウマを乗り越える方法を教えてください。そのトラウマが何なのかちょっと分かんないので、1個前の質問と同じですかね。忘れるのはむずいんじゃないですかね。一回覚えたことって人間なかなか忘れられないので、なるべく似た状況を再現して成功体験で上書きするのがいいんじゃないですかね。若い花のうちに遊んでおかないと後悔するよなど、人生の先を生きた人が若い頃を振り返って口にするアドバイスに弱いです。今の自分は遊ばなくていいと思ってても、確かに年取ったら後悔するかもしれないからです。年を取って後から悔いるかもしれないことに直面したらどう考えますか。いや、若い頃遊んどいた方がやっぱりねいいと思います。若い頃の方がバイタリティがあるんでたくさん遊びます。ただ全然今は努力して年取ってからその分取り返すように遊ぶっていうのも全然ありだと思います。どちらも別に同じ量遊べる、結局限界まで、今の年齢のキャパ限界まで遊べるんだったらどっちでも多分いいと思います。年齢相応の楽しみ方があるので、若いうちに遊んでそれが後に引くようなことになるんだったらそれは遊ばないに越したことないです。プラスになる遊びっていうのはでもどうやらあるようなので、それはやっといた方がいいと思います。ただ遊ぶんだったら別にやる必要はないです。ちょっとブルーな時でもうふふと笑える言葉を教えてください。僕はジョイマンさんの柴崎幸美幸が一番面白いですね。本当哲学的な面白さですね。最強に面白いと思います。あのフレーズもうなんか無限の広がりを感じる言葉だと思います。なんか AI とか発達してジョイマンさんのネタ読み込ましたらなんか煙吹いてぶっ壊れるんじゃないかなと思いますね。無限の可能性を秘めてるというか超広がる言葉だと思います。子供の背を伸ばしたり体格を良くするために何が必要だと思いますか。なんだっけ、発酵カルシウムじゃない、なんかカルシウムの種類であるんですよね。オランダはそれを国策じゃないけど結構多めに摂取するようになってから身長が伸びたみたいな話があったと思うので、それがいいんじゃないですかね。あとはやっぱり垂直方向の刺激があると伸びやすいっていうのは昔から言われてるんで、まあ実際にどれぐらい本当なのか分かんないですけど、やらないよりはやった方がいいんじゃないですかね。最近ね、骨延長手術、それをやってる人がねよくインフルエンサーとか、配信とかやったりするんですけど、やっぱり運動能力は落ちてしまうので、そうね、子供の頃に頑張らせるしかないんじゃないですかね。ただ子供の背を伸ばしたからってね、めちゃくちゃなわがままですよね、親の。これは難しいんじゃない、食生活習慣だけでは遺伝子は超えられないと思うので、まあでもまあいろいろ頑張ってみてください。垂直方向の刺激が大事なんじゃないかなと思います。運動に関してはめっちゃ真面目な質問なんですけど、生きてる意味って何だと思いますか。いや、生きてる意味はないと思いますね。僕は全くないと思って生きてますね。生きてる意味があると意味に沿った行動を取んなきゃいけないので、意味がないと思って僕はずっと生きてます。もし生きてる意味があるとすれば、だらだら生きることが許されなくなっちゃいますもんね。意味がないと思うから寝坊したり夜更かししたり朝からお酒飲んだりできるので、意味なんて持たない方がいいと思います。悪魔のような分身にいつも俯瞰で見られている気がします。この感情どう扱ったら。寝てください、ちょっと疲れてるんじゃないのかな。異性を外見でしか好きになれません。いいんじゃないですかね。内面と外見でその 50% が基本的に外見なんで、 50% を好きになれればまあいいと思います。今の生活楽しんでるはずなのに不眠と過食が止まらないのはなぜだと思いますか。今の生活を楽しんでるっていうのが正しいとしたら、枕が合ってないのと栄養が足りてないんじゃないでしょうか。でも過食っていうところでは太ってんのか。まあでも自分でもお気づきの通り、今の生活が本当は楽しくないってことなんでしょうね。恋愛関係で満たされたことがなく、とにかく満たされたい一心で恋愛ファーストの生き方になってしまい、そんな自分が好きになれません。どうしたらいいですか。恋愛だけで人間は満たされないので、恋愛ファーストってそんな生き方だと思います。他にも人生ってものを埋めるものはいっぱいあります。そうですね、まあ、恋愛ドラマとか恋愛漫画、恋愛映画、恋愛作品ってのは世の中にいっぱいあるんですけど、人間はそんな恋愛だけに夢中になるほど暇じゃないです。他に満たすものいっぱいあるので、恋愛はもう20番手ぐらいに置いてもいいと思いますよ。他人に好かれる人間になるにはどうしたらいいですか。うわー、わかりません、でも自分が好きじゃない人を好きじゃない人に好かれても困ると思うから、もう博愛的にいろんな人を好きになるのがいいんじゃないでしょうか。まだ八方美人は嫌われるって言うけど、普通にツッケンドンのやつより八方美人の方が少なくとも上なので、とりあえず八方美人になるのがいいんじゃないでしょうか。いろいろな物事を気にしすぎてしまいます。どうしたら改善できるでしょうか。気にしなく、もうそんなに気にすることあります。今
持ってる連絡先とか家にあるものとか半分ぐらい捨てるのがいいと思いますよ。何かをもう物理的に半分にすると気になること減るんで。最近事故りました。どういう？あ、駐車場で無人の車にコツンとぶつけてしまいました。事故の相手に友達になってほしいと言われ、はあ、なんやかんややり取りの後友達になりました。事故当日深夜だったのもあり会えてなかったので先日初めて会い食事をしました。悪い人ではないのですがご飯粒をめちゃくちゃ残してる食めちゃくちゃ残して食事を終える人でした。そこがどうしても受け付けません。そして相手は気に入ってくれたようで好意を持ってくれています。友達として関わっていいでしょうか。あ、そうですね、すごく面白そうなので友達としてもうちょっと深い付き合いをしてみたらいいんじゃないでしょうか。何かすごい話が生まれそうなんでとりあえずしばらくは付き合ってみてください。なんかもうちょっと仲良くしてください。音楽聴きながらの勉強ってどうなんでしょうか。人によると思いますけど僕は結構しています。メリットデメリットがあれば教えてもらいたいです。メリットは勉強ができる、デメリットは集中力がちょっと落ちるってことじゃないですかね。聴かなきゃできないんだったらもう聴くしかないと思います。高卒で就職してから2年が経つんですが趣味という趣味が全くなく始めても続かないことが多いです。ああ、僕もないです趣味は。頭が悪い僕でも続けられる趣味みたいなものがあればぜひ教えてもらいたいです。いや、なくていいじゃないですか。なんで？作りたいの趣味ないならないでいいんじゃないですかね。小学5年と3年の子を持つ親です。下の男の子は漫画も読まないぐらい本に苦手意識があります。そんなので国語も苦手で文章題の問題なども理解するのが難しいようです。ああ、なるほど。文字を追うのがしんどいっていう人はいると思いますね。ラジオとか聞くのはどうなんですかね。しんどくないのかな。読み聞かせとかも苦手なのかな。そもそも言葉を追うのがしんどいっていう可能性もあるので優しいその音源から入るのも手なんじゃないかなと思いますね。最初から恋愛感情はないけど人として好きな人と結婚することについてどう思いますか。よくわかんないこと言われたな。なんだ、恋愛感情はないけど人として好きな人と、人として好きなんだったら結婚したらいいんじゃないですか。そのうち恋愛感情も生まれるかもしれないし、恋愛感情がなきゃ結婚しちゃいけないってわけでもないと思います。恋愛の先に結婚があること多いけど恋愛以外の場合もあるので別に結婚いいと思います。今年高校受験を控えています。今塾に通おうかとても迷っています。ああ、推薦で行きたいと思っています。他の部活よりも引退が遅く8月くるまでバタバタしています。引退できないんだ。いや、引退はすぐした方がいいと思いますけど、その部活っていうのは受験したいなら。ただまあ部活続けてることが推薦のね、その内申書に有利になるんだったらやった方がいいと思いますけど、できれば推薦で行きたいと思っていますって言ってますけど、それはもう内申書の段階で今の成績の段階で決まっちゃうんで難しいんじゃないかな。塾は通った方がいいと思いますよ。その家庭の事情とかいろいろあると思いますけど基本的には通った方がいいと思います。まあでもダメな塾もあるんでね、そこはちょっとちゃんと選んでください。将来の夢は何ですか。いや、まだ決めてないんですよね。ちょっとね、まだまだ全然決まんないです。私の座右の銘は時は金なりです。1時間いくらなら人によりますか。私は1万円でもちょっと躊躇します。1万円じゃ絶対売らないでしょ自分の1時間。体型に悩まされずに生きる方法はありますか。僕はないと思いますね。まあ、これからの社会別に人の体型どうこうなんて言われなくなると思うんですけど、モテるモテないっていうのはどうしてもあるんですよ。その時代の流行り廃りが、その一点だけでも体型で悩むことはなくならないと思いますね。この体型がいいこの体型が悪いっていうのはないと思うんですけど、この体型の方がモテるモテないっていうのはすごい低俗な話なんで絶対になくならないと思います。ただ別にそんなに大きく気を使うような悩みはなくなっていくと思います。今後漠然とあーなんかやだなと思う時があるのですが、なんでか分かりません。分かんないのか。そうですか。分かりません。分かりません。21歳です。私は人前で喋るとなると緊張しすぎてうまく喋れないんですが、人前でも緊張せずに話せる方法ってありますか。みんなに見られてると思うと余計緊張します。学生の時から苦手で発表する授業とかが嫌いでした。今は社会人です。あー、なるほど。発表する前にどれぐらい練習してますかね。人前で喋るの得意不得意って本当に練習量で何とでもなるもんなんですよ。心打つプレゼンなんてする必要なくて、持ってきた情報をちゃんと伝えればいいんですよ。発表なんてもんはテッドやるわけじゃないですもんね。人に見られてもね、まあ多分自転車乗れるじゃないですか。でも一輪車ってこける可能性あるじゃないですか。乗り慣れてないからの違いであって、
プレゼン内容を本当に1000回ぐらい練習すれば誰でもそれっぽいプレゼンできるようになります。自分の能力が緊張によって1割しか発揮できなかったとしても1割でちゃんと伝えることができればいいだけなんで、はい、そもそも練習量が足りてない人が多いです。地理と政治経済の勉強が分かりません。多分この書き方だと学校の勉強、高校とかね、受験までの使い方なんだと思いますけど、政治経済はもう 100% 暗記科目なので別に同等でもなります。あんまり政治経済で長い文章を書かせる、まあ、栄養入試とかじゃない限りあんまりそういう系のやつってないので全然暗記で基本なんとかなります。そもそも政治経済で暗記で答えが出せないようなやつを学生受験生に聞いたところでろくな答えは返ってこないので、多少記述があるにせよそれの模範解答もある程度決まってるのでそんなに深いやつはありません。分かんない、東大とかで何かあんのかなとか京大とかであんのかなってのは知りませんけど基本的には大丈夫だと思います。地理もほぼほぼ暗記でなんとかなるんですけどちょいややこしい問題も出てくるので、まあ、そこまでは勉強法が分かりませんってレベルじゃないと思うのでとりあえずまるっと覚えちゃうのが楽だと思います。対応できないやつは対応できなくても合格点は達するので、まあ、覚えりゃ何とでもなります。質問などを募集しているときにいい質問が思い浮かばないのですが、カズレーザーさんなら自分にどんな質問をしますか？いや別に質問はしなくてもいいじゃないですか。無理やり質問されても困ります。スマホを見すぎてしまうんですけどやめたいです、どうしたらいいでしょうか？解約しなさい。自由な時間が比較的多い大学時代にしてよかったこと、今大学生に戻れるならやりたいことがあれば教えてください。しておいてよかったことは夜更かしですね。やっぱ本当にパリピとか陽キャみたいなことってのはしといた方がいいと思います。年齢とともに本当にシンプルにできなくなるので、大学生に戻るならやりたいことがあれば教えてください。やっぱもっとちゃんとテニスサークルみたいな生産性のない騒ぐための活動をしとくべきだったなと思いますね。地方から関東へ出てきたいのですが、きっかけがひねり出せなくて踏み出せずにいます。どうでしょう、なんか勢いで僕がワンルーム借りるんでもうそれで出てきませんか？それの方がいいと思いますね。いつも赤い服を着ていらっしゃいますが、好きなデザイン、気に入らないデザインなどあるでしょうか？赤も濃淡ありますが、どんな赤色が好きですか？またどこまでの赤の部類に入りますか？いや別に何でもいいですね。こだわりはマジでないです。私は高卒で働いているのですが、カズさんが思う大学卒業してよかった点は何がありますか？またもう一度行くならどの大学に行きたいですか？大学卒業してよかった点か、特にないですね。でもう一度行くなら、いやもうでももう一度行ってみたい大学はもう無限にありますね。なんとなくで行っちゃったんで、でもなんとなくで行った結果どうやらメリットがあるみたいなんで高卒の人に相談されるんですよ。大卒良かったことありますかってことは、多分高卒の人は大卒だとここがいいっていうのを身に染みて分かってるんじゃないですかね。多分もうこの質問した時点で多分こんな答え返ってくるだろうってこの方は思ったと思うんで、それが大卒の良かった点だと思います。大学4回生で授業も少ないですが、少ないからこそ多摩の学校がめちゃくちゃ面倒くさいです。暑いし大学受験の時の学力とやる気取り戻したい。わかるわ。そうですね、毎日あるめんどくささよりたまにあるちょっとしためんどくささの方が絶対めんどくさいですもんね。わかるわ、大人だな。こんな共感呼ぶ文章こんなところで書き込んだらもったいないよ。別の SNS でなんかバズるように書き込む術を身につけた方がいいんじゃない？これすごいいいこと言ってるからさ、この意見をいろんなパターンでちょっと発信してどれがバズるか試してほしいですね。いや言ってることだってすごい正しいもん。でも受験の時の学力とやる気はもう取り戻せないと思って生きていいと思います。みんなそうなんで。マインドフルネスとか流行っていますが、それ以外にメンタルを安定させるのはどうしたらいいと思いますか？マインドフルネスが流行ってるならそれでいいんじゃないですかね。精神を安定させたいってことなんですかね、こういう質問が来るってことは。その本を別に理解しなくても、マインドフルネス、まあ、僕もざっとしか読んでないんですけど、別に理解しなくてもいいと思うんですよ。読んだことによって安定が得られると思うので、流し読みするのがすごいと思いますよ。なんか自分に有用そうな本ってやっぱ身につかなくてもいいからざっと読むのってすごいプラスになると思いますね。25歳大卒社会人 4年目です。大学卒業、地元の会社に入社したのですが、会社外の周りの人間と比べると自分の会社の待遇がとても悪く感じます。しかし周りの人には恵まれてます。長期的に見ると将来性も薄いので転職を考えていますが、こんな動機でいいでしょうか？何が転職の動機ってことですか？転職の動機なんて何でもいいですよ。今日晴れてるから転職しようかなぐらいでもいいと思いますよ。
私には結婚を見据えて同棲している彼氏がいます。今彼は今公務員ですか。7年間受験してきた医学部を今年も受験すると言われました。私には仕事を続けつつも子供を産みたいという夢があり不安です。はあ、なるほど。へえ、大事な人の夢を応援すべきですか、自分の夢を叶えるために別の方法を取るべきでしょうか。自分の夢を叶えた方がいいと思います。他人の夢のために自分の人生左右されるのは僕は嫌ですね。自分の夢を叶える方が多分幸せだと感じれるんじゃないでしょうか。なんかその方のね、その今の彼氏の子供が産みたいっていうのが夢だとしたら仕方ないとは思いますけど、多分そうなんねんじゃないかな。個性という言葉は大事にする必要があると思いますか。まあ日本語は大事にしてほしいですけども、大事にする必要、それなりに大事なんじゃないですかね。でも一番大事な言葉ではないかな。もっと合法とかの方が全然大事な言葉ではありますね。まあ社会で生きる上ではトップクラスに大事な言葉はそっちかな。それよりは圧倒的に下ですね、個性。そんなに気にしなくてもいいと思います。数年前主人が電車の中でカズレーザーさんを見かけたそうです。いつもの真っ赤なスタイルで大変目立っていたのに誰も声をかけないシュールで異様な光景だったようです。そんなに目立つのに電車に乗ることは多いのでしょうか。やはり声をかけたら迷惑でしょうか。別に迷惑でも何でもないです。でも別にそんなに愛想よくもないですよ。知らない人に声かけられたらみんな知らない人だと思うじゃないですか。僕も思うんですよ、そういうふうに。こっちは知らない人として扱うので、はい。だからそんなに愛想は多分よく見えないと思います。カズレーザーさんは教員に向いてると思いますが、先生になろうと考えたことありますでしょうか。全くないです。子供ってうるさいじゃないですか。自分も含めてうるさかったと思うんですけど、そういう個体を、ね、30人40人相手にするってめちゃめちゃ大変で割に合わねえなってやっぱその時から思ってましたね。全員が違うのに画一的な教育をしなきゃいけない、しかもそれが上手になってもそれは古いやり方だって批判されるじゃないですか。結構すごいことなんですけどね、全然違う個性を持った人たちに共通なものを教え込むっていうのは。個別な教育、少人数教育のがいいっていうのは誰だって分かってることで、でもそれがコスト見合わないからしゃあなくいろんな折り合いつけてああやって教育スタイルになってって、でそれが上手くなってる先生ってのはやっぱどっかで尊敬されるべきだと思いますからね。どうしてもね批判されがちなんで今古臭いスタイルだって、まあ、そのスタイルが変わんないっていうのは問題だと思いますけどね。時代に即して変わった方がいいと思いますけど、わーわー騒ぐ子どもたちにちゃんとしたものを教えられる先生っていうのはやっぱ結構いいノウハウを持ってるので、これはなくさない方がいいと思いますね。なんか継承した方がいいと思います。アイドルに本気で恋してしまっています。芸能人の方からしてファンに恋愛感情を抱かれるのはやはり厄介でしょうか。アイドルっていうのは疑似的に恋愛をしてもらうことをなりあいにしているので、多分そんなに厄介に思ってないと思います。そういうもんだなって思ってます。でも向こうがあなたに恋をすることは 100% ないですね。でもそういうもんだと思って付き合うのがいいと思います。どうやって頑張っても付き合えないです。アイドルの周りにはめちゃくちゃな美男美女がいるので。カズレーザーさんは浮気についてどう思いますか。なぜ浮気はされた方が辛いのでしょうか。浮気されてるからじゃないですか。いや浮気は嫌なもんなんですね、多分この人にとって。だからされて辛いんじゃないですか。浮気した方が辛いことはないでしょう。浮気する相手は浮気することでメリットがあるからするわけだから。何を聞かれてるかちょっと分かんねえな。塾講師のバイトをしようと思うのですが、分かりやすい授業にするためのコツって何だと思いますか。授業してみたみたいな動画の方いらっしゃるじゃないですか。あの人の喋り方とか内容完コピするのがいいんじゃないですかね。分かりやすい授業って別にあんま実はなくて、見たことあるとかの方が重要な気がします。高校生になったら高校生クイズにチャレンジしてみたいのですが、何かクイズのコツとかありますでしょうか。はあ、なるほど。高校生クイズはテイストが急に変わったりするので難しいですけど、今は地頭力みたいな感じなのかな、発想系のクイズ内容になってると思うんですけど、あれは発想系に見つかけた知識問題なんで結局全部クイズです。知識で解くしかないです。上司が休日の過ごし方や人生観にまで口出ししてきて鬱陶しいです。なるべく相手の気分を害さず黙らせるにはどうすればいいですか。いや、気分を害させた方が黙ってくるんで、はい、相手の気分を害してください。気分を害さずに黙るのはそんな都合のいい言葉はなかなかないので、はっきり喧嘩するのが楽でいいと思います。どうせ嫌いなんだからいいんじゃないですかね。また生放送してほしいです、お願いします。まあ生放送しないんじゃないかな。まあ別にしてもいいんですけど、あんまり
なんかできないのでやんないんじゃないかなと思います。30歳女性、彼氏なしです。どうしたら結婚できるでしょうか。彼氏を作るのがまあいいと思いますけども、結婚したいだけだったらいくらでも、結婚相談所行ったら男性もいっぱいいるのでいくらでも結婚はできると思います。大事な時のじゃんけんに勝てないです。だからじゃんけんってのが廃れないんですよね。上司への不満、ちゃんとなんか墨付き括弧でこう書いて、職場の上司が仕事をしません。上司の分まで我々部下と同僚が夜遅くまで仕事をしていることに納得がいきません。気にしなければいいと言われますが、毎日その姿を見るのに気にならないわけがないのです。あ、いや気にしなければいいっていうアドバイスはこの場合全然関係ないですもんね。それは気になるでしょう。この上司はそんな仕事しないのに上司にいるんですもんね。コネ入社なのか、なんかその全然違う要因があるか分かんないですけど、仕事をしないのに上の立場に立てるっていうのはめちゃくちゃ学ぶべきことだと俺は思いますね。こんな楽なことってないじゃないですか。これを書き込んでくれた方とか他の方がその分の埋め合わせをしてるわけじゃないですか。人の上に立つと多分そういうことだと思うんですよ。自分がやらない分を周りに投げる能力に長けてる人が多分指導者になるんですよ。上司とかになるんですよ。能力、今仕事をしてる実務能力とは違う能力だったりするので、気にしなければいいというか、この上司から学ぶことはもしかしたら多いかもしれないですね。嫌なやつだと思いますけど、チームの中のリーダーって意味では失格だと思うんですよ、不満が生まれている以上は。でも別にこの上司がこのポジションをずっと維持することにだけ不信してると仮定すれば、この上司は大成功ですよね。しかも結果としてこの方も気にしなければいいのかなみたいな、その目を背けるっていう判断をされよう、しようとしてるじゃないですか。下克上する目も積んでるっていう意味では、この人は自分を守る術、この上司はマネジメントがめちゃめちゃうまい気がしますね。どうされますか。僕ならカズさんならどうされますか。僕はもちろんこの仕事辞めます。こういう職場が成立してる職場はやっぱ不健全なので辞めると思うんですけど、まあでもどっかのどの会社に行ってもこういう人はいると思うし、こういう人は意外と仕事を失わないんですよね。だって自分の時間があるからスキルをめちゃくちゃ高めることができるんで、結果ヘッドハンティングされていろんな会社うまく渡ってる人ってこういう上司なのかもしれないですね。嫌なやつなんですけど、嫌なやつかいいやつかと年収を上げる上げないって全然違う要素だったりするので、不満かもしれないですけど、めちゃくちゃ不満だと思うんですけど、この上司はなんか参考にすべき点は俺は多いと思います。嫌なやつです。多分俺もう会ったことないけど分かります。この方が思う通り絶対に嫌なやつです、この上司は。でも歴史の人物もそうじゃないですか。嫌なやつだけど成功談としてみんな聞いてるじゃないですか。みんなどうしようもないやつです、歴史の人物なんて。人殺しまくってるし狂ったやつばっかなんですけど、でもそこから学ぶことは多いわけで、それとすごいスケールの小さい版なのかもしれないです。ただこいつのやり口を参考にして転職を成功させるのが俺はいいと思いますね。この上司を追い出しても、このコメント書かれた方はこの上司ほど多分心が嫌なやつじゃないから、同じような上司になれないと思うんですよ。この会社の仕組み上こういう嫌なやつしか多分上司になれないって形なんで、この会社ではこういうこのコメント書き込んでくれたような心の澄んでる方は出世しづらいんじゃないかなと推測できるので、もっと健全な会社、実力を正当評価している会社に転職するか、この上司のこの技術を盗むかの二択かなと思いますね。まあでもね、一言だから言いますけど、転職した方がいいですよ。あんまいい会社じゃないんじゃないかな。すいませんね、悪く言って。でもちょっとパッとって目についたんで、はい、仕事でやらないやつが出世するってどこの世界もそうなんですけど、本当にどこの世界もそうなんですけど、でも成功者って大抵仕事してないですからね。努力はするけど仕事はしないんでね、まあ、すごい縮図を見た気がしますね。やると決意したことができません。ダイエットや朝活など、そんな自分が嫌になり、さらに何もできなくなります。どうしたら決めた通りに動けますか。さらに何もできなくなるってのもよくわかんないですけど、いや無理やり朝起きたらどうですか。それもできないですか。三日坊主って本当によくできた言葉で、3日続けてみたら次1週間できるかどうかって次のステップに行けるじゃないですか。3日続けてみませんか。私も毎年1月1日から100日間筋トレを頑張るって決めてるんですよ。もうここ何年かそうなんですけど、1月1日から100日間は毎日筋トレして、残りの265日はそこそこにするっていうのがすっごいね、自分に合ってるんですよ。何でもいいんですよ。しょうもないことでも100日1回続けたっていうのがあると、
次はもっとしんどいことで100日続けられるようになるんですよね。何でもいいんで続けられたっていう快感を一回味わってください。髪の毛どれくらいの頻度でブリーチしてますか？プリになってるところ見たことないので気になりました。いや結構プリになってます。でもそういう時意外と気づかれないものです。中学の時から好きだった違う高校に行った好きな人に好意を伝えるにはどのように伝えたらいいですか？中学の時から好きだった違う高校に行った好きな人に好意を伝えるにはどのように伝えたらよいですか？一回で伝わる文章を書けるようになればもうちょっと伝わるようになると思います。文系なんですが将来年収が安定的に1000万円を超える職業って何でしょうか？今の日本で年収1000万円を雇われ人で安定的に超えるっていうのは、まあ、就活今されてるのかな、なんかねその辺に転がってる、企業ランキングみたいのでさっと見て上位にいるところを受けるのがいいと思いますね。今年収がそういうところに書いてある年収が平均年収が1400万ぐらいのところ、まあ、相当な会社ですけどねそういうところってぐらいに入んないと、ずっと安定的に1000万円超えるっていうのは難しいと思います。まあ年収っていうのは多分日本経済から考えると下がる要因がすごい大きかったりするので物価がねこっからグッと上がるって可能性はないので、あと今安定してる企業も10年後分かんなかったりする。将来を5、6年後って見せるのはすごい早いな。5、6年後で1000万円をすぐ超える雇われ人ってなかなかいないと思うんですよね。資格的なものを持ってなくてもそこを超えるって難しいので、ただ1000万円の年収を稼ぎたいんだったら別に就活しない方が早いと思いますね。働かない、いわゆる職業に就かない方が1000万円って超えやすいと思います。それこそこういう芸能活動であったりこういう YouTube を使った、インフルエンサーであったりネットビジネスであったりとかの方が圧倒的に稼ぐのは楽だと思いますね。元彼と別れて寂しくてたまりません。次の人と出会うのが待ち遠しくて辛いです。次の人がいるとは限らないので元彼と鞘を戻すのもありなんじゃないですかね。息子が進学校を自分で希望して受験し受かったのですが、その後モチベーションがだだ下がり全く勉強しなくなりました。課題も進みません。私は息子の将来に大きな期待はなく、あ、そう、生活している、していける職業につき幸せに暮らしてくれればいいなくらいにしか思ってないですが、最低高卒はしてほしいですし、せっかく受かったのだから物事をやり遂げることはしてほしいです。言っても反抗してくるので最近は言わないようにしていますが、進級できなくなるのは困るので、どうしてもこちらが焦ってうるさく言ってしまう時もあります。言えば息子も怒るという悪循環です。お手上げです。7月は学校さえも行かなくなりました。夏休み明けはオンラインになり今のところ授業を受けているようです。いじめられているわけでも全く勉強を理解してないわけでもないようです。どうしたらいいでしょうか？モチベーションが下がってるっていうのが最初頭にあったんで、多分勉強についていけてないと思いますね。全く勉強を理解してないわけではないようですってこの方は言ってるんですけど、多分ついていけてないんじゃないですかね。進学校受験して受かった、やっぱその受験の勉強ってしんどいじゃないですか。それがまた続くのかってなった時にやっぱモチベーションが下がるケースやっぱ多いんですよ。続けらんねえなって、しかもみんなが同じレベルなんで進学校ってやらないと落ちこぼれちゃうんですよね。進学校じゃなければ基本的に落ちこぼれでも全然挽回できるんですけど、みんなが常に前進している中でやっぱ一回落ちこぼれるとなかなかしんどいとは思いますね。勉強が得意だったら絶対にモチベーション下がんないんですよ。いやもう得意すぎてもう天才で全て理解できるってなったらモチベーション下がるかもしれないですけど、基本的にテストの点がいいっていうのはむちゃくちゃやっぱ快感なんで、授業についていけてないってことをちょっと理解してあげた方がいいと思いますね。お母さんなんで全く勉強理解してないわけではないようですって思いたいんだと思うんですけど、多分理解できてないと思います。でそれはしょうがないことなんで、多分な、合格できてる時点で多分授業は頑張ればついていけるはずなんで、まあ、頑張らなきゃいけないんですけど、ちょっとそこをフォローしてあげた方がいいんじゃないですか、ね、でも多分もともと頭はいいし容量もいいタイプだし、努力すればできるタイプの子だと思うの で努力することも本来はできるタイプだと思うので、今差がついてしまってるってことはモチベーションを下げてる原因だと思います。差があってもいいんだよってなんか理解させてあげるのがいいのかな、まあ、この文章だけだとそれぐらいしか僕は分かんないですね。
会社に給料を上げてもらうためにどのように上司に交渉すべきだと思いますか。結果を出すしかないんじゃないですかね。会社ってのはどうやっても、上位かたつ上の方が有利なので。最近ニュースで見た AI が絵を作り出すという技術について質問です。はい、はい、ありますね。この先このような技術がどんどん発展していった場合、人間の想像力で作られた良さというものは薄れていってしまうのでしょうか。カメラが趣味の友達がいまして、本当にいいデジカメとかでっかいカメラで撮った作品とスマホでサクッと撮った作品、どうせ修正しちゃうからほぼ差がないっていうのをずっと言ってるんですよ。でもそいつはでっかいカメラで撮ること自体が目的化しているというか、昔ながらの方法を試してるっていうのが楽しいのでカメラを趣味にしてるんですね。想像力っていう言葉がまあちょっとね、指す範囲が広いと思うんですけど、結局どこを楽しいと思うからと思うんですよね。制作過程が楽しいって思うんだったら、手汚しながら粘土こねたりして彫刻作ったりする人もいるし、結果を出すことが大事なんだったら別に 3D プリンターで作っても同じだと思うんですよ。昔はだって単純に絵の具とかだってなかったし、青という色を再現するのがすごく大変だったけど、今普通に青い色を作れるじゃないですか。ツールが便利になったからって何かが悪くなったのかっていうのは未来の人が勝手に決めることであって、自分が満足しなかったら別にそこはいいんじゃないですかね。少なくともそれでツールが進歩して想像力が削られるかどうか分かんないと思います。ただ AI が作った絵を人間が描いたってことで出品したりして問題になったケースはあるので、そういうのはフェアなルール作りは必要かなと思います。ただいい絵だったりいい彫刻であったりっていうものであれば、制作過程って買い手はほとんど気にならないかったりするので、そこは想像力が損なわれてるんじゃないと思いますね。まあでもね、AI が勉強してそれっぽい絵を描いてくれるってなると、それっぽい絵の元を作った人は損したな、割り送ったなって思うと思います。でも10年後20年後誰も割り食ったなって言わなくなるような社会になっちゃうんだなと思います。それが当たり前になってしまうと思います。どうしても一人暮らしがしたいのですが、お金がなさすぎて生活するの精一杯で一向にお金がたまらず、全然一人暮らしができそうな気がしません。一向にお金がたまらず、都内は高いんですけど、地方行ったら全然やりようはあると思うんですよね。どこでどういう一人暮らしをしたいのかによりますね。0歳の娘がいます。この子が大人になる頃には日本は住みにくくなっていると思います。高齢化、高い税金、酷暑、災害、そう思うと語学教育や留学などを充実させ将来外国に住めるようにしてあげるべきでしょうか。まあ日本は住みにくくなって、今よりは住みにくくなることは間違いないと思います。でも大概の国がそうだとは思いますけど、今住みにくいけど将来的に発展する国に行って、そのギャンブルに勝って夢のような生活を謳歌するか、今住みやすい国もちょっとのタイミングで住みにくくなる可能性もあります。経済的に発展してるからといって、発展状況にあるからといって、その国に移住して移住者が住みやすい状況になれるとは限らないと。またなんだろうな、まあ、金持ちだったら、ね、いろんなところすぐ移住できるんで、そんなに金があるんだったら多分こういう悩みはね抱かないので、どこに行っても住みにくい場所は住みにくいですし、住みやすい場所は住みやすいです。特に日本はまだまだ住みやすい場所はどんどん住みやすくなる、余裕はあります。住みにくくなる場所はもうその倍ぐらいのペースで住みにくくなっていくんですけど、移住しないだったら国内でも住みやすい場所に留まり続けられるような能力、技術、ノウハウ、そういったものを身につけてもいいんじゃないでしょうか。まあでも僕は将来海外行きたいですね。やっぱアホほどのんびり暮らしたいっていうのがあります。私は結婚してもうすぐ1年になりますが、子供が欲しくありません、うん、それをどのように双方の親に話すべきか迷っています。ほう、いや欲しくないって言うんじゃダメなのかな。いいんじゃない、それ以外あんのかな。私はすぐに泣く癖があり、怒りがこみ上げてくると涙が出てきます。人に怒られても泣きたいわけでもないので、勝手に涙がこみ上げて泣いてしまいますし、人に対して腹が立つことや理不尽な目に遭った時など、怒りとともにどうにもできない無力感でどうしたらいいのか分からず泣くしかできません。この感情の起伏に疲れてしまいます。どうしたら泣かずに済むのか、こんな自分とどうやってうまく付き合っていけばいいのでしょうか。なるほど。まず人に怒られないようにするべきですね、そうなると。怒られなければ多分泣かないはずですし、で人に腹が立つ状況にならなければ多分泣かないわけですよね。多分泣く癖があるわけじゃなくて、感情が動くことが多い現状に問題があるんじゃないですか。もっとフラットに過ごせる場所に行くか、フラットに過ごせる働き方をするべきじゃないでしょうか。
働いてる職場なのか分かりませんけど、それがでも怒られるってことは自分より上の立場の人がいるってことだと思うので、怒られない術を身につけた方がいいんじゃないですかね。この人がいい悪いじゃなくて、怒られることには原因があるんですよ。多分その上の立場の人から見て間違ってることをやってると怒られちゃうわけなんですよね。自分この人が世間的には正しいことをやってたとしても、その狭いコミュニティ、上の人とこの人っていう上下関係がある一対一の場では、上の人の方が正しいことが往々にしてあるんですよ。でそれはそれとして、納得するしかないと思いますね。じゃないとずっと怒られちゃいます。自分では間違ってると思ってるけど、怒られたくないから間違ってる手段を選ぶっていうのは、まあしょうがないと思うんですよ。泣きたくないじゃないですか、怒られたくないし。でもそれが不健全だなと思うなら、その関係性を解消する、つまりその怒ってくる人から離れるしかないですね。まあでも泣いてもいいんじゃないですかね。あんまりそんな、あの人泣いてるなと思うぐらいで別にそんな気にしなんないと思いますけどね。まあ、多少軽い後ろ指は刺されるのかもしれませんけど、あいつすぐ泣くなって言えるかもしれませんけど、まあ、そういう人なんでしょうがないですよね。他のところで結果出せば別に平気だと思いますね。すげえ泣くけど仕事できるなら問題ない気がしますね。彼はずっと嘘ついていました。失恋したショックからどう立ち直ればいいですか。マラソンとかハマったら結構恋愛とかどうでもよくなりますよ。1年経てば失恋って本当どうでもよくなることが大概です。失恋したショックってマジで人生において大抵変みたいなもんです。もうすぐ資格試験なのですが、大学受験に失敗したトラウマでどれだけ勉強したとしても本番で弱気になってしまいます。本番に強くなるにはどうしたらいいでしょうか。いや、本番に強くなる方法はないんですよ。強い弱いじゃなくて、できるできないの話なんで。特に勉強って別にその日のモチベーションとかで点数がそんなに大きく上下するわけじゃないんで、夜中寝る前にアナログ式の目覚まし時計用意して、いつも起きる時間よりちょっと前ぐらいにランダムでガッて目覚ましかけて、トリッキーな時間にジリリってなってパッて目覚めて、その瞬間模擬試験とか受けて、それでも合格点が取れるようにとか、圧倒的に不利な状況を何回か経験しておいた方がいいと思いますね。まあ模擬試験とかはいっぱいあるわけじゃないですか。手元に多分そういう資料があると思うんですよ。それ経験しておくと、あ、それでもこんなやべえ状況でも合格点取れるんだから、可能性としては受かる確率の方が高いだろうって、なんか自分を納得させる材料が増えると思うんですよ。弱気とか強気とか、逆に強気になる理由を探すのは一番良くないことなんで、弱気でいた方がいいと思います。モチベーションだけでね、本番に強気になる方法を見つけるぐらいなら、その時間復習に当てた方がいいと思います。おすすめの本で、漫画でも大丈夫です。あ、漫画でもいいんだ、教えてくださいみたいなのがあるんですけど、漫画だったらなんだろう、好きなのは手塚先生のアドルフに次ぐとかやっぱ好きですけどね。面白いですよね。火の鳥とかやっぱたまに読んじゃいますね。どれ読んでも結局面白いですもんね。売れてる売れてないの差はあるけど、売れてなくてもやっぱ大抵の漫画面白いからな。2000年代生まれの Z 世代です。いつまでも昭和の価値観で物事を判断したり、老害が多すぎてて嫌になります。MC もバラエティ番組の姿を見ると、特に昭和の嫌な価値観を感じます。どうして令和の今でもこんな昭和の古臭い価値観は消えないのでしょうか。こんな嫌な価値観はなくなってアップデートされてほしいです。また Y 世代のカズレーザーさんは昭和の価値観についてどう思いますか。Z 世代とか Y 世代っていうのが上の人が勝手に作った枠組みなんですよ。本当に今の価値観にアップデートしてないったら、こういう言葉は使わない方がいいですよ。古臭く見られます。もし Z 世代に当てはまってんだったら、絶対 Z 世代なんてダサい言葉は使わないでください、はい、昭和だと思われます。そこだけ気をつけてほしいですね。